それではただいまより広瀬隆講演会を開催いたします。ご来場の皆さんはぜひご着席をお願いしたいと思います。本日この講演会の司会を受けたまり、ました私牛久市の杉森と申します。最後までよろしくお願いいたします。最初に実行委員会を代表いたしまして小針よりご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。土浦市在住の小針彩子と申します。昨年の大地震に続く震災の原発事故を受けて私たちはずっと脱原発の運動を続けてきました。昨年は9月11日に土浦市で1200人の集まる学習会を広瀬先生をお呼びして開催することができました。1年を超えて今日また広瀬さんにおいでいただくことができて本当に感無量です。そしてこのお彼岸の中日というお忙しい中にもかかわらず大勢の皆様がおいでくださいましたことに心より感謝申し上げます。今日の常陽新聞にも各地の議会が脱原発や東海第二原発の廃炉を求める意見書の採択をしていることを取り上げておりました。今までに何度もデモやパレードをしながら訴えて意思表明をしてきたことが少しは役に立ったのではないかなと思っております。しかしまだまだ努力は続けていかなければなりませんし放射能の恐ろしさについてまだまだ知らない方も無関心な方もいることも事実です。今日の学習会をお聞きになった後周りの方とこの学びをぜひ広げていただければありがたいと思います。3時間あっという間に多分過ぎると思いますが心に留めながらお聞きいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは早速広瀬隆さんの講演を始めていきたいと思います。広瀬さんについてはもうすでに多くの方ご存知のことと思いますので改めてご紹介をするまでもないと思います。3時間という講演大変充実したものになるのではないかと思います。どうぞごゆっくり今日は聞いていっていただきたいと思います。それでは広瀬さんよろしくお願いいたします。たくさんおいでいただき本当にありがとうございます。去年9月土浦でお話ししましたが今司会の杉森さんとは、ちょっと前この事故が起こる前に、みんなでですね県内を学習会しました。それが間に合わなかったのは本当につらいことですが今度だけはですねもう絶対に二度と事故が起こらないように、小針さんがお話になったように皆さんが今日聞かれたことを多くの方に広めていただいてそしてとりあえずまずこの、原子力の発祥の地の茨城県東海村の原発からですね、原発日本中全部止めるために、皆さんのお知恵とお力を貸していただきたいと思います。それでは長い時間ではありますが大事なことを我々が生き延びるためにです、ね、大事なことをお話ししたいと思います。ほんの5日前ですねいいニュース嬉しいニュースが入ってきましてこのつくば市と筑西ですね、廃炉を求める意見書が可決されました。同じ日本当に嬉しいニュースでした。そして同じ日ですね、日本中の人が心配をしている大井原発3、4号機の再稼働にですね反対する意見書が県内で福井県内で初めて市議会ですね、採択されました。そして今朝家を出ようとしましたら
今日の主催者の小川さんからメールが入ってまして、このニュースが入りました。本当にこの今朝の新聞を読んで、感動していますが、これは最後に、いい話は最後に取っておいて、まず最初ですね、厳しい話をしなければなりません。本当はしたくないんですけれど、私がいつも自分の家の中で家族に言っていること、本当に心配なことだけはですね、皆さんにもお伝えしておかなければいけないと思います。これはもう万が一のことであれば言いませんけれど、非常に確率の高い危険がですね、今福島第一原発のあの現場から我々に迫っておりますので、まずその話をしっかり聞いていただきたいと思います。去年はですね、こうして大地震から大震災に発展し、そして事故が起こりました。で、私は今現在ですね、第二の福島をどうしたら日本の滅亡から、この第二の福島による日本滅亡から日本を救えるかと思って、先月出した本があります。これは後でご紹介しますが、ともかくですね、今国は我々の本当の国民のですね、正しい意見を全く聞かないで、自己収束なんていうもう信じられないですね、言葉を吐いていますが、まず福島第一原発はどういう状況にあるかを、共に学んでいきたいと思いますが、毎日福島民友という現地紙を見ていますが、もう毎日一面トップがですね、この福島の事故の記事で始まる、そういう新聞です。それを見ておりますと、この記事が書いている通り、自己収束ほど遠くという状態です。で、私が今皆さんにですね、私の本も読んでいただきたいんですが、ぜひ読んでいただきたい本があって、それは先月アメリカのアーニー・ガンダーセンという方が書かれた福島第一原発真相と展望という本が出ましたの で、この方がですね、先月来日しましたので、私はこの本を読んで震え上がったので、それで週刊朝日で対談をしました、ついこの間で。そのことを中心に、ちょっとまず最初に、この危険性をお話ししたいと思います。福島原発がですね、どれほどの放射能を振りまいたのかというですね、事故経過、これはもういつも話していることで、お聞きの方も多いと思いますが、改めてですね、ガンダーセンさんの話を聞き合わせながら聞いていただきたいと思いますが、去年の3月11日ですね、午後2時46分に大地震が起こりまして、その時に福島原発の原子炉の中の圧力は70気圧という高い圧力で運転されてましたが、ちょうど半日経ってもうメルトダウンが始まっている頃ですが、深夜ですね、2時45分、8気圧にストーンと落ちていました。このことから、私たちの現在の危険性が恐ろしいことが分かってくるわけですが、原子炉の大体の構造を申し上げますと、ここにある茶筒のような形をしたもの、これが、原子炉、圧力容器と呼ばれるもので、この中に見える棒がですね、ウランの燃料棒、核分裂をして猛烈に熱を出すところです。そしてその周りにとっくりがありまして、このとっくりのは、格納容器と呼ばれます。この格納容器は何のためにあるかというと、万が一大事故が起こったとき、この放出した放射能をここに閉じ込めるための入れ物、そして周りにこのサプレッションチェンバーがあって、ここに水が張ってあるのでサプレッションプールと呼ばれますが、こういう構造をしてまして、大事故が起こったときは放射能、そして水蒸気が猛烈に噴出しますので、それをこのパイプを通して水の中にぶっ込んでいくと、こういう構造をしてます。そして水を冷やして、水で冷やして、そしてまた水へ戻す、大まかに言うとそんなような構造をしていますが、3月11日正確に時間はかかりませんが、我々が知らない間もう夕刻からですね、原子炉が沸騰を始めるという大変な事故に突入してきまして、このウランの燃料棒が水から顔を出して、そして溶け落ちる炉心溶融というですね、起こってはならない事故が始まりまして、そしてこれがガラガラと崩れて落ちていくとメルトダウン、そういう事故に突入してきました。
その時この筑波のですね気象研究所の方たちが、測定していた資料がですね去年の7月に上位新聞に出まして、これを見た時私は本当に震え上がって、今回の事故がどれほど恐ろしいかということを今日まで感じてきているわけです。それは、沸点がですね4800度を超えるテクネチウムがこの検出されたと、この筑波でですね。で筑波ここは福島第一原発からこの研究所は170キロ離れています。そこまでですねテクネチウムが飛んでくるということは一体どういうことなのか考えますと、原子炉の中の燃料がですね溶け落ちたとき私は3000度を超えていただろうと思ってたんですが、それよりはるかに高いですね4000度を超えてたんではないかということは考えられる、5000度近かったかもしれない、そういう状態で事故が始まっているわけですね。それで考えますと、私、日本全国の人が今問題にしている要素、セシウム、ストロンチウム、こういったものはガスになる温度、水でしたら100度沸騰する温度、沸点がですね、要素ですと184度、セシウム678、ストロンチウムでさえ1300度ぐらいでガスになってしまうんですね。だから、とてつもない放射性物質がガス化した、そして最も危険なプルトニウムでさえですね、テクネチウムにはるかに低い3200度ぐらいでガスになるわけです。ということは、こういったものがですね、グラフに書きますと、大量にこの日本全土に噴出したということが分かってきます。ですから、今、日本全土ではほとんど要素とセシウムのことだけしか議論していませんが、実を言うと、もう事故初期にクリプトンやキセノン、こんなものも最初からガスですから、バーッと爆発状態で全部出た、ストロンチウム、コバルト、プルトニウム、ウランでさえですね、ガス化していておかしくない、このテクネチウムの沸点より低いわけです。こういうことが想像されるわけです。さて、事故はどういうふうに進行したかといいますと、先ほど真っ赤に塗った燃料棒ですね、あれは、皮膚管、金属、ジルコニウム合金で包まれていますが、これが溶け落ち始めまして、そして周りがずらっともう高熱になっていったときに、酸化を始めます。で、周りは全部水と水蒸気しかないので、水ですから H2O から酸素を奪う。こういう反応が起こって、大量に残った水素ガスがうわーっと原子炉の中に充満し始めました。そうして、この事故をですね、どうやって食い止めるかということで、内部の人間、あるいはカンナウトたちがですね、走り回って議論したのが何か、その一つの方法がですね、もうこの格納容器がパンクして、ボーンと全部出てしまわないように、ここのバルブを開くというですね、やってはいけないことをやったわけです。つまり、ここに放射性物質、水素ガスが大量に充満し始めた、それをですね、バルブを開いて、外へ出した。外は福島県の空ですよ。この日本の国土ですよ。この上にずっと出した。それがベントというもので、結局ですね、原子力発電所というのは五重の壁があるというようなバカなことを言ってましたが、そんなものは何にもないんですね。要するに格納容器というのは放射能を閉じ込める壁でしょ。最後の壁ですよ。そこにバルブをつけて穴を開けてパイプつけて外へ出すっていうんですから。事故があったらこういうことは全ての原発で起こります。東海でもですね。だから安全な原子力発電所なんていうのは存在しないということがこの事故で明らかになったわけですが、さてこの後ですね、問題はですね、まず実を言うと、私の親友であります原子力の専門家、福島第一原発爆発した4号機の主任設計者だった田中光彦さんが解き明かしたように、まず配管が亀裂が入った、地震でですね、津波じゃないですよ、津波が来る前に配管に亀裂が入って事故が始まったということを解き明かしています。で、どういうことが起こるか、どこで亀裂が入ったか分かりませんが、ともかく内部が灼熱状態になってここへですね、噴出していく。そうしてこの格納容器がですね、ここの上のところが蓋になってました。フランジというので、ボルト締めしてあるだけ、そこをガーッと高い圧力で押し上げて、このフロアに噴出していったわけです。ですから、こういう状態で、
水蒸気、それから水素ガス、そして放射性物質がこの、原子炉建屋のですね、オペレーションフロアに充満したんですね。で、この時に、このフロアは、定期点検の時に、検査の時に、作業者の方が働く場所ですから、ここは空気ですから、そこに空気中に水素が 4.2% 達すれば、これは爆発します。という形でですね、水素爆発が起こり、これが12日、地震の翌日ですね、第1回目の爆発が起こったわけです。で、この時から放射性物質がですね、大量に日本中にですね、こうやって噴出し始めて、最初は太平洋側に主に流れていてくれたんですが、ここに日付がある通り14日ですね、この午後からぐーっと風が回り込んで、茨城、千葉、東京、埼玉ですね、神奈川、そして静岡までですね、大量の放射性物質が流れ始める。で、この時の被害者ですね、問題は、今深刻なのは、私が福島県の地元市を毎日見ていて、本当に心配なのはこの子供たちです。大量の放射能をですね、体の中に吸い込んだんではないかと思われますが、これからですね、4年、5年経って、恐ろしいことが、私が想像していることは起こらないように祈りますが、だけれど分かりません。こうして事故があったときですね、みんなが逃げ惑ったということをですね、茨城県の皆さんは東海原発を目の前にしてよく知っておいてください。この福島の人たちがどれほど大変な体験をして今日までですね、過ごしてきているか。そしてこの人たちは、例えばいわきの人たちは一斉に車をハンドルを握って逃げ出したんですが、道路へ出たらずっと渋滞でみんな逃げられなかった。それがこの日に起こった出来事なんですね。そうして多くの人たちが山形へ避難していきました。こういう形で事故が進行して、さてその2日後ですね、今度は福島第一の3号機、これはやってはいけない、プルサーマルというですね、プルトニウムを大量にこのウランの代わりにこの燃料として使う、これを始めていた。そこが今度は同じようにですね、メルトダウンを始めたわけです。で、これが3号機が爆発した時の空からの映像ですが、これがですね、この煙が私たちが単に見ているものではないんですね。これが海に落ちている。これがとてつもない量です。これが今、太平洋ですね、三陸からこの関東地方がざーっと海を汚染している正体の、この煙です。さて、ここで、ガンダーセンさんに登場してもらいたいと思うんですが、ちょっと失礼します。また、うっかりして。この爆発した時のですね、映像を今ガンダーセンさんに解説をしてもらいますが、いいですか。これですね、ちょっと待ってください。ちょっと行き過ぎた。よく見ていただきたいんですが、ここで今赤い炎が出てますね。ちょっと戻しますね。ガンダーセンさんのこの胸のあたりからですね、赤い炎が出ますので、よく見てください。ここです。その後ドーンといって、これ3号機の爆発です。真上に爆発が起こって、そしてよく見てください。黒い塊が降ってきてますね。これなんです。もう一回よく見てください。黒い塊が空から降ってきています。このことについてですね、ガンダーセンさんがですね、非常に今大事なことを先ほどの本の中で指摘してくれています。
で、つまりこうして爆発起こって1号機と違う形で爆発起こっている。1号機の爆発は横に広がった白い煙ですが、黒い煙が真上に上がって、そして黒い塊が降ってきている。これが、今から東海村に直結することですので、よく聞いてください。先ほど言ったようにここに原子炉があって、それに格納容器があります。そしてここで爆発が起こるんですが、このフロアに使用済みの核燃料プールというのがあります。で、1年に1度ほどですね、この燃料を取り出して冷やしておく、このプールがですね、最上階にあるんですね。で、ここで爆発が起こった、起こってはいけないことが起こった。で、このプールが静かにしてるはずはないので、これは激震を受けたはず。それが最初の爆発、赤い炎。そして激震を受けた後何が起こったかということなんですが、これはですね、これは水位がともかく下がると猛烈な沸騰を始めるんですが、ここの中に入ってですね、ここに底の方に赤く見えますね。これが燃料棒です。で、これがですね、燃料棒集合体といって、こういうきれいに配列をしてあるんですが、これはラックといって、いわゆる格子をはめ込んだような形になって一定の距離をとっています。なぜそうしておくかというと、これは一定の距離を保っていないと核暴走、いわゆる臨界爆発というのを起こすわけです。ガンダーセンさんはこの3号機でその臨界爆発が起こったということをですね、今この現状から推理しているわけですが、それはなぜかというと、このコンクリートは非常に分厚い壁なんですが、爆発が起こったときはこの爆発力は上しか行けませんね。横は遮られてますから、それで真上にザーッと登っていった。ですから、空から降ってきたのは何かというと核燃料だ。この核燃料はですね、セシウムやストロンチウムだけのプルトニウムも含まれて大変な危険なもので、で、東電はですね、これは隠していたんですが、これは週刊朝日が去年すっぱ抜いて、慌ててですね、これを応急処置で地面にブルドーザーで埋めてしまったんですね。とんでもないことですけれど、で、これから向こう10年にわたって海中でですね、核燃料の破片が見つかるだろうと。ですから福島からですね、大変な汚染がこれから、海から広がるだろうと。で、セシウムやプルトニウムは水に溶けやすいから気をつけなければいけない。もうその汚染の濃縮が始まってるだろう。海岸から3キロメートルの範囲まで使用済み核燃料の破片を探すべきだということを言っていますが、この本が出されて慌てて東京電力はですね、この3月になって海をですね、放射性物質で拡散しないようセシウムと粘土を混ぜた固化体で海底を覆う作業に取り掛かった。で、ここに面積が出てるんです。こんな面積73,000平方メートル、数字を見ると広大なように思いますけれど、こんなの皆さん計算してごらんなさい。たかが270四方ですよ。ガンダーセンさんは3キロ四方を探せと言ってるんですよ。ね。あんな爆発だったんです。とてつもない遠くまで行ってると。ということです。そこでですね、私たちはこのことからいろんなことがわかるんですが、今日現在ですね、なぜこういう使用済みの核燃料がプールにたくさんあるかという問題が我々今一番怖いんです。実を言いますと。というのは、使用済みの核燃料は日本全土から青森県六ヶ所村に運ぶことになっていたんですが、再処理工場がですね、パンクしてる、向こうは。それで全土の原発がリラッキングといってですね、ラックを、距離を縮めちゃうんです。やってはいけないこと。それでぎゅうぎゅう詰めにする処置を取ってしのいでる。日本全土。だからこういうことが起こったんだろうということを、ガンダーセンさんは言ってますが、で、要するに、ラックの材料ですね、臨界が起こらないように中性子を吸収するホースなどを添加して、なんとかこう抑え込んでいますけれど、これが地震でですよ、余震でいいんです。ラックが地震で破損すれば、福島第一と同じようにですね、臨界暴走による大爆発が起こりうるんです。日本全土で、たった今。それの最も危険性が高いのはどこなのかというと、東海第二原発なんです。これは皆さんご存じないでしょうが、使用済み核燃料貯蔵率を見ると、1番目が福島第一だ。2番目が東海第二なんです。本当に危ない。臨界爆発が危ない状態になっているわけです。
だから皆さんにお願いしますけれど、東海原発が今止まってるから安全なんじゃないんです。一刻も早くですね、核燃料を取り出すように原電に言ってください。そしてキャスクというですね、こういう金属の巨大な入れ物に移して安全な場所に保管させるようにしてください。こういうものはですね、例えばドイツの場合は再処理を断念しましたので、使用済みの核燃料を直接地層処分するという計画もちろん進んでませんけれど、一応そういうことで私が、ドイツを取材した時に見せてもらった図面があります。こういうものです。非常にがっしりしたもの、お金もかかるでしょう。このコストが1個1億円ぐらいと当時、20年ほど前に私が聞いた時そういうことを言ってましたが、これいくら金かかってもいいです。ともかくですね、頑丈なこういう中性子の遮断層やなんかをがっちり作ったものをですね、立派なものを、今まで以上のものを作らせて、そうして皆さんが生き残るようにしてください。これをまず第一にお願いしておきたいと思います。さて事故に戻りますと、問題はですね、11日に大地震が起こって、翌日1号機で水素爆発、そしてその2日後に3号機が水素爆発、その翌日もっと怖いことが起こって2号機ですね、今度格納容器のサプレッシュプール付近で水素爆発が起こって、これについてまた昨日あたりですね、いや上の方で何かあったらしいというようなことを今東電が言ってますが、まあ東電の言うことはもう当てにならないんですが、ともかくまだ現在全てのですね、原子炉の爆発の形態は正確には分かっていません。そうしてもう一つこの問題があるわけです。15日2号機と同時にですね、4号機の今言った使用済み核燃料プールで水素爆発が起こったんですね。そして重大なことは、これどれもですね、食い止められなかった、これが私にとっては信じられないことなんです。というのは、私は11日も夕方からですね、いろんなニュースを見始めまして、これはもう電源が失われたか、もう大変なことになると思っていました。そして11日のもう夜12時頃、テレビ局がなんかから電話がかかってきた時も、これは間違いなく水素爆発が起こると思っていました。そして枝野の言ってることは全部嘘だということを、住民をですね、すぐに避難させなきゃいけないっていうんで、100キロ圏全部避難開始しろということを言ったんですが、テレビ局の人たちはみんなひゃーとか言ってもう電話切っちゃうぐらい、それぐらい無知な状態でした。12日の朝、私は皆さんご存知と思います、被爆労働者を追ってきた樋口健二さんに朝電話をしまして、もう水素爆発間近だから福島の県民全部避難させるよう現地行って頼むから回って来てくれって言ったんですが、車両制限で樋口さん行けませんでした。私は分かっていたんです、もうこの時にね。そうして新聞記者が電話をかけてたんで、もうすぐそんないい加減な記者会見やってないで、保安員を水素爆発はどうかそこ問い詰めろと言った途端に水素爆発は起こりました。起こった後その2日後にまた3号機も爆発させちゃうんですよ。この人間たちは一体どういう人間たちなんだろう。要するに、私は今東京電力現地の人を避難するつもりはないんですけれど、ともかく信頼ができないんですね。最大の恐怖はこの4号機にあります。今私たちはですね。というのは、ガンダーセンさんがあの本の中に大変なことを書いてまして、水漏れによって加熱すればですね、金属が燃え出し、大量の燃料が大気中で燃えるというようにも恐ろしい事態になるということが書いてあったんです。それで私にはこの意味がすぐに分かんなかった。それで、先月来日したので、ガンダーセンさんに、対談をしまして、そして一体どういうことが起こるんですか、その反応はどういうこと経過で起こるんですかということを聞いたらですね、燃料棒のさやのあのジルコニウム合金が大気中ですからね、もう上吹っ飛んでますから、それが燃え出すっていうんですね。金属が今ですよ、今日起こるかもしれない。でこうなるとですね、もう水では絶対消化できない、人類の誰も体験したことがない恐ろしい状況になるっていうんですね。でつまりこういうことです。先ほど言ったように、ここに使用済みの核燃料があって爆発して、でこれがですね、なんで爆発したのかということを東電はですね、
3号機から流れ込んだ水素が爆発したというですね、とんでもない嘘を言ってます。というのはですね、嘘だってことはすぐわかる。なぜかというと、これ3号機で、こっち側に、この右側に4号機がある。で、共通排気筒を通じて、3号機の水素が4号機に流れ込んだと言ってるんですが、3号機は爆発した後、この排気筒の配管が吹っ飛んでるんですから、その後どんどん流れ込んで、翌日爆発するはずはないんですね。だから、東電の言ってることはもう全く嘘で、要するに4号機で水素が発生して爆発したっていうことを隠したいわけ。それで今もって嘘をついてる。私はそう考えてます。ガンダーセさんにこのことを聞きましたら、全くその通りだ、お前の言う通りだってことを言ってました。だから、今私たちが心配なのはこの4号機なんですね。この辺の瓦礫をですね、作業者の人たちが取り除いたようなんですが、ともかく水位が下がると、つまりここに、例えばこのコンクリートの亀裂がですね、ちょっと入って、これがザーッと下がり始めますと、猛烈な沸騰を始めます。そして、この燃料棒はですね、さっき説明した、これは二酸化ウランなんです。焼き固めて、陶磁器のようにしてあるもの。これが燃えるっていうのは私が分からなかったので、ガンダンセさんに聞いたら、そうじゃない。ウランが直接燃えるんじゃない。このジルコニウムが大気中で燃え上がるんだ。ということで私も分かりました。じゃあ一体どういうことが起こる。私たちが心配なのは正月からの動きなんですが、ともかくこの元旦からですね、地震があって我々びっくりしました。それはただびっくりしたんではなくて、どうもあの4号機のプールに損傷が起こってるらしいんですね。あの隣の、タンクが水位が下がったりしてますから、異常が起こっていることは間違いないんですね。だから私は、今年初めからずっとですね、あの4号機いつどさっと崩れるか分からない、そのことが心配だったんですが、ガンダセさんの話を聞くともっと怖いですね。要するにここにですね、このプールっていうのは最上階にあるんですよ、怖いことにね。でここにですね、東電は被爆しますから、まあ、かろうじての作業でなんとかここに支柱を入れたらしいんですね。で、私は先月福島行った時、地元の人に一体どういう工事したんだということを聞きましたら、まあ、工事関係者に近い人たちの話で、支柱は入れた。だけど、その下が問題なんだよ。下はいい加減なんだよ。そんなきちっとした工事できないからな、ということを言ってました。それで私はますます心配になってきてるわけで、で1月28日茨城県沖で激震が起こりました。でこれがですね、2月先月に公開された4号機1ヶ月前のこんな状態なんですね、現在で。週刊朝日でもですね、あの福島第一原発の現地の幹部の人がですね、4基すべての原子炉で崩壊が起こりうるということを先月号で、リークしてくれています。この原発の福市の幹部の人は、東電の本社を非常に怒っているんですね。嘘ばっかり言ってると言ってですね、実際には内部が腐食してるし、爆発によって打撃を受けてる、格納容器と配管がいつまで持つか心配だと、早く燃料を取り出せということをですね、現地の人たちも言ってるんですね、幹部が。こんな状態だそうです。ですから1号機が爆発し、2、3、みんな爆発したんですが、もう一つ私の心配の種があるのは、ここに共用プールっていうのがあるんですね。これはとてつもない量の使用済み核燃料をざーっと沈めてあるんです。大量です。で、これはですね、3月11日当日はですね、一時津波で冷却装置が故障しました。それで8月にはですね、建屋の地下の電線のダクトを通じて給湯の地下水が流入したほどガタガタになってるんですね。だから直ちに爆発する危険は少ないと見られてきたんですが、やはり電源が失われると冷却不能になると、これ一緒になって爆発すると。ですから皆さんに言っておきますけれど、こういうきちっとしたマスクをですね、どうかご家族一人ずつ持っていてください。これ使わなければいいんですか。私はカバンに入れて持ってますけれど、皆さんが普段使っている風邪のマスクじゃなくて、きちっとした防塵用のマスク、こういうのがありますから、探してですね、ご家族一人ずつ必ずポケット入れて歩いていってください。何が起こるか分かりません。それからある程度の現金は持っていってください。
で、私ではの家ではですね、やはりこれは本当に冗談で言ってるんではないんで、起こりうるのでね、ああビザをどうするかとか、外国行くのはどうやったらいいかって考えると結局不可能だってことは分かるんですけれど、一応ビザを取っておいてください。どうなるか分かりません。何が起こるか分かんない国だということはですね、本当に信じられないことですが、今現在です。ですから津波による電源喪失かプールのコンクリート亀裂が起こればですね、日本全土全ての停止中の原発が大爆発を起こすということはですね、よく知っておいてください。安心しないでください。それで地震のことを触れておきますと、去年の大地震はですね、この海岸線から130キロ沖合で起こった地震なんですね。はるかに遠いところで起こった。だけれどあれだけのことが起こりましたが、なぜ私が怖いかと言いますと、あの大地震でですね、日本列島が大きくひん曲がっちゃったんです。歪み、とてつもない歪みですね。驚異的な地殻変動が起こって、この海岸が今津波のせいではなくて海に引き込まれちゃった。それで面積が減ってるぐらい、それぐらいですから、硬いものをギュッと強引にひねったら元に戻ろうとするでしょう。今日本列島はそうやって元に戻ろうとする自然現象で調整をしている。これが余震なんです。ですからこれがいつまで続くのか、私は地震学者の北海道大学平川先生と去年話しました。まあ最低30年は続くだろうと平川先生はおっしゃってましたが、私も過去自分で調べた体験から数十年は続くだろうと思いますが、こういう状態になってしまったのが今日本なんです。だから今日明日来年再来年で終わる話ではないんですね。で、怖いのはこの地殻変動がざーっとですね、この最初11日、そして長野翌日ですね、長野栄村、そして静岡、そうしてこれが西日本へとどんどん波及してきている。今日本列島が全体がこういう状態で、広島あたりでも激震が続く状態、そうして、ついに1月なんですが、山梨県北部で激震が発生してですね、29日もあの激震が続きました。これは富士山が動き出すと非常に怖いんです。なぜか富士山の噴火、最後の大噴火300年前ですか、ついこの間ですからね。で、これでまあ歴史を調べて怖いのは、平安時代の貞観6年ですね、富士山が最大規模の溶岩を噴出する貞観大噴火を起こした後ですね、今回の東日本大震災と全く同じ貞観巨大地震と巨大津波が三陸海岸を襲って、それから東海地震、南海地震が連動して、そしてあの静岡県、あの長野県、山梨県のあの八ヶ岳の山体崩壊が起こった。もう一つは300年前なんですよ。こういうことが起こらないんではないかように祈りたいんですけれど、これはあの東海、東南海、南海の三霊道超巨大地震が宝永年間に起こりまして、その後富士山の宝永大噴火が起こっている。これが最後の富士山なんですが、だから私はどうしてもですね、今の日本がそういう時代に突入したんではないかと思わざるを得ないんですね。見ておりますと、こういうことがですね、江戸時代1700年代に起こったんです。これ明和の大津波、後でお話しますが、日本の記録史上最大の津波、桜島、そして浅間山の大噴火、そして最後はですね、有名な島原大変、肥後明和、これも火山史上最大の被害を出した、こういう超ド級のですね、とてつもないことが起こる、こういう時代に突入したという予感を多くの人が、今地震学者の人が持っています。私は怖くてしょうがないのはですね、今起こっているのは単なる余震ではないだろうという直感なんです。なぜかと言いますと、去年起こった10月までの地震をまとめてくれた方がいらっしゃいますが、これを見てやはり怖いのはこの内陸地震ですね。このいわゆる活断層を動かす内陸地震が結構多いということです。プレート境界地震、こういうところの地震だけじゃないですね。それでこれからですね、私たちは今このいる、ここにいる茨城県のことをよく考えなければいけないと思うんです。で、これから起こる地震はですね、今ともかく下から激動を受けています。太平洋プレートがですね、ざーっと動いてますから、
だからこの活断層が動いて岩石に対してずっと今エネルギーを与えていますが、岩石っていうのは一定の体積に一定のエネルギーしか蓄えることができないものなんです。岩石というの、それがそれを超えた時に亀裂が入ります。その時に怖いのは近くに活断層があるかどうかという問題になってきて、そこがガーッと動き出すとですね、一気に大地震になるわけです。そこで福島第一を見ていると、今年ですね1月12日ここでこの浜通りを襲う地震が起こっているわけです。で、ガンダーセンさんはあそこで震度7の最大の地震が起こる確率は低いということを本に書いていますが、いや、ガンダーセンさんに会った時、いやそういう問題じゃないんですということを言ったんだ。もう去年からずっと地震がこれを浜通りを襲ってるんですよ。だから4号機のプールというのはですね、コンクリートがもうずーっと弱くなってますから、何も最大の地震が来なくても壊れる可能性が非常に高いですということを彼に教えてあげたんです。で、一番怖いのはこれなんです。福島第一、福島第二の目の前に双葉断層があるんですよ。これが動くかどうか、だってこれ70キロあるんですよ。これを東京電力はぶつ切りにして細かく来て切って、それで大丈夫と言って嘘をついてきたんです。これがですね、動き出したら大変なことになる。もう目の前ですからね。マグニチュード 7.9 の地震というのは記録上我々知ってるんでは関東大震災です。で、関東大震災も海側で起こったんですね。相模湾で起こりましたが、いわゆる直下、こういうのは直下地震ですかね。双葉断層が起こるのは直下地震で、私たちがよく知ってるのが阪神大震災です。17年前、あれのこの阪神高速をぶっ倒したあのエネルギーの8倍のエネルギー、それが双葉で起こる可能性があるわけです。それが今一番怖いと思っていたところ、ともかく去年ですね、3月11日の1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後、大型余震でいわき市の地表にですね、巨大な伊豆沢断層が顔を出したんですね。やめてくださいと言いたいんですが、要するに先ほどの双葉断層の最後のところはいわき市ですからね。そうして先月なんですが、東北大学地震学の張大鳳先生、この先生は中国人ですが、もうこの地質の特にこういう地殻構造に非常に詳しい方ですが、ずっと福島のいわき市周辺の データをですね、大量に解析したところ、なんと地下の岩盤から上昇した水が双葉断層に浸透して染み込んでいってですね、染み込んで水が入るから摩擦力が減って地震が起こりやすくなり、滑りやすくなっていることが判明したっていうんですね。嫌でしょ、もう聞きたくない人は帰ってください。で、この滑りやすさのためです。これでその去年4月11日のですね、こういう土砂断層が出現したっていうんです。今新潟で何起こってます？これなんですよ。同じこと、これは雪解け水が浸透してザーッと地滑り起こったでしょ。これと同じことが、要するに双葉断層で今その断層の中に水が入ってるっていうわけですから、同じなんだ、この原理なんだ。今私たちの目の前で見ている、そこで見ていると上越新聞の怖い新聞なんですよ、これね。東海第二周囲で巨大地震もって書いてあってね、ここの地図がありますので、これを私が分かりやすくちょっと今説明します。この記事、素晴らしい記事なんですが、なんと茨城県には活断層がないって言ってきたんです。それが続々発見された。発見されたんじゃないんですよ、あるんですよ、もともとね。おととし9月にこれが活断層になったそうです。それからこれもね、田名倉破砕帯西縁断層、これも活断層になった。そしてここで井戸沢断層が顔を出してきて、これ北方陸域、今から地質調査を実施する。ところがここに F1 断層っていうのがあるんですよ。で、この連動する危険性が大きいということが分かってきて、原電がついに認めたっていうニュースなんです。先ほどの重要新聞は。それだけじゃない、こっちにもある。この両方の東縁断層、西縁断層両方が連動する。これも総延長40キロ、総延長58キロ、
そういう記事が出たその日の朝に東海村でしょ、地震があったでしょ、嫌ですよね。でそれで先週井戸沢断層と F1 断層が連動するということで詳しい解説が書いてあってる、こういうことが今日現在なんですけれど、要するに阪神大震災のあの4倍のエネルギー巨大地震になる可能性が高い。阪神大震災こっちもね、あの田中の方も2倍のエネルギーになる可能性が高い。だから私が学習会で、この間回った時ともう事情が違ってもっと大変に怖いことになっているということがこの常用新聞に書いてあるんです。皆さんもよく記事をですねお読みください。これまで理由にならない理由で県民を欺き続けてきたとはどういうことなのかということが書いてある。つまり東海大には非常に危ないんだと。しかもですよ、去年の11月、なんとあの東日本大震災の当日ね、東海大には想定を超える揺れが記録されていたことが今頃になって判明したという記事が出てるわけ。そもそも去年のあの311の時、大地震で地殻変動が起こりました。東海大の敷地はですよ、東側に 1.2 メーターもずれちゃった。こんなとこ今原発あるんですよ。怖いと思いません？こんな原発は絶対に使えません。だからもう私はねこの頃疲れちゃって、朝ねこの間4時何分にね地震あった時もうこの国住んでたくないと思ったんです。本当に逃げ出したいです。私は孫だけ逃げてほしいと思ってますが、もう私も嫌になってきました、怖くって。なぜかというと、こうしてざーっと中心線が続くと巨大地震が襲うの。これはですね原理なんです。もうどこでもそうです。関東大震災の時そうなんです。いいですか、こうやって小地震があるでしょ、そして中地震がたくさんあるでしょ。こうしてこの辺みんな茨城ですよ。そうして最後この浦賀水道地震が最後の引き金になって関東地震、関東大震災が起こったんです。マグニチュード 7.9。 どこでもそうです。関西の場合もそうなんです。だからこれから起こる地震というのは、東海村の場合ですね大型地震がどうなるか分かりませんけれど、ともかくですね原発を直撃するものになります。でもうちょっと一言だけ申し上げておきますと、前にですね以前に、この茨城県を学習会で回った時のことをもう一度お話しておきます。それが今重大な意味を持っています。というのはこの辺で、明治に時代にもう霞ヶ浦地震というのは大きいですよ。これもう阪神大震災クラスですよ。これそれから龍ヶ崎地震も大きいです。こういうことが起こってますが、こういうことはですねこの関東平野北西縁断層帯っていうのはここに超大なのがありまして、これはマグニチュード8の大地震を起こす、巨大地震を起こします。で関屋断層、ここも、マグニチュード 7.5 を起こす。今の先ほどの常用新聞はもっと身近な話をしていったんですが、この辺もですね実を言うと、先ほどのいわきまで来る双葉断層との連動を考えると、私は非常に今よく考えなきゃいけないと思うんです。というのは関屋断層というのはですね阪神大震災の後非常に危ないということが考えられて、これは40キロとされていますが、実を言うと私があの断層の地図を見るとここに点がずっと先があるんですよね。これを考慮してません。で以前は話をしなかったんですけれど、阪神いや東日本大震災起こる前でしたから言わなかったんですけれど、実を言うとこの断層はですねこういう関係なの。江戸時代なんですが、福島県一帯を大津波が襲ったことが1677年に記録があるんです。これは大地震です。でその時ですねほどなくですね、これ77年からすぐでしょ、日光大地震というのが起こるんです。その日光大地震のその直後、激震が襲いかかって、戸板山がですね山体が大音響とともに崩れ落ちたんですが、その大地震を起こしたのが現在調べていくと関屋断層だったっていうことが分かっているんです。ですから前後、話は前後しますけれど、
今回のようなことが起こったのと、その後に関屋断層が動いているということもですね、私は非常に気がかりです。さて、地震の原理についてちょっと時間がないかもしれないので、ちょっと飛ばしまして、津波のこともお話しておきます。もうとにかく電源喪失が怖いですから。で、電源はですね、確保されないと、日本中の原発は今すぐにでも大爆発を起こす可能性があることは先ほどお話した通りなんですが、福島第一ではどういうことが起こったかといいますと、まず配管の損傷から始まりまして、電源がですね、失われという事故に突入しました。原子力発電所ですから、これは電気を起こす装置なんですが、地震があって、これ、制御棒を突っ込んで運転を止めましたから、まず電気を起こさなくなった。と同時になんとここの送電線が倒れる。で、外部電源がなければいけないのに送電線が倒れちゃったわけです。そうしてここにずらーっと非常用の発電機が並んでいた。そこへ津波がざーっと襲いかかっていって、そして予備のバッテリーも切れて何にもないという状態になったわけです。こんな送電線がですね、倒れるなんてことは当然大地震で起こり得ます。当日の津波はですね、この写真で見ますと、これ小さな塀に見えるでしょ。これ高さ10メーターあるんですよ。10メーターってとてつもなく高いですよ。この天井だって10メーターはあるかどうかでしょう。それが、この防波堤がですね、もろもろに崩れたんですね。一撃で、津波で。そうしてこの前にタンクがありますね。このタンクが、非常用の発電の燃料なんだ、こういう重油タンクが。ここへだーっと津波が襲いかかって、このタンクが流されちゃう。そうして発電所の中へドーッと入っていってですね、最悪の事態に突入していった。これが去年の3月11日、最も恐ろしいですね、ステーションブラックアウトと呼ばれる全電源喪失になって、だから運転員の人たちはもうコンピューターで、コントロールルームで何をしようとしても電気ですからね。電気がなくなっちゃったんです。何も手を打てない。そういう恐ろしい状態に陥ったのが福島の事故。じゃあ、日本中の原発は大丈夫なのかということを去年、東京新聞が全部点検してくれまして、全部ダメだと。追加の非常電源は、原子炉を冷却するには電力不足である。ということを書いてくれました。その通りなんです。では津波対策を見ていきますと、今回の津波はですね、宮古市のですね、尾上というところで記録した 40.5 メーターが今日まで私が知る限り最大の記録です。これは津波の高さではなく、遡上高さ、つまり陸に上がってからこう這い上がっていくですね、その最大の高さの記録が今日までこの数値だと聞いていますが、これは最大ではないです。日本の記録上ですね。要するに、明治時代ももうほとんど同じ38メーターの記録があります。こういうことをもってですね、千年に一度の巨大地震だとか、未曾有の大震災だとか、呼ぶこと自体がですね、間違いない。なぜかと、江戸時代に入ればこんな記録は山のようにあるんです。誰も調べてないだけで、実際はですね、石垣島、今の沖縄ですけど、当時の琉球、最大津波、波の高さが40メーター、最大途上高さ 85.4 メーターですよ。去年のあの大津波の2倍以上という記録があるんです。で、その時の明和の大津波で石垣島に打ち上げて、こんな岩がですよ、ガーッと飛んでくる。こんな宮古島北西の下地島。こんな岩が来た。これどれぐらいの大きさだと思います？これはですね、私の背の高さを書いてみるとこんなもんです。このだから、このステージぐらいでしょ。こんなものがドカンと来る。これが津波なんですよ。津波の世界記録、多分皆さんご存じないと思いますので、このどの辺か自分の中で頭で言ってみてください。これは1958年だから、ついこの間、半世紀前ですよ。アラスカで起こった
記録なんですが、これはちょっと私も信じられません。525メーターです。え、本当ですか。これは誤植じゃないか、誤訳じゃないかと思って調べた。だって箱根のあの登山鉄道の強羅が553メーター、ほぼそんな高さですよ。お正月あれやるでしょ、駅伝の。あんなとこですよ。で、原文を調べたら間違いないんです。525メーター。で、東海第二原発ですけれど、こういうような時ですね、非常用の装置っていうのは一応ついています。それは原子炉隔離時冷却系っていうんですが、これがですね、福島は全然役に立たなかったんです。だから東海第二も福島と同じ運命になりますが、日本全土の原発、これ311起こる前の対策図なんですけれど、東海第二は 5.7 メーターしか想定してない。40メーター超えたんですよ、去年。奥尻島の津波だって皆さんご記憶でしょう、1993年ね、北海道南西沖地震で。あれだって30メーター超えてる。それで平気でこんなんでやってきたんですよ。どうですか。今、ストレステスト全員合格するんです、これ。日本中の原発。信じられない人間たちでしょ。写真を見てください。これは原子力発電所の写真です。向こうに見えるのが太平洋です。3月11日、去年の撮影記録です。いいですか？よく見てください。これは福島第一じゃないんです。これは福島第二なんです。福島第二もギリギリで助かりました。ドーッと入っていってですね、本当にわずかの差で数千人の人海戦術でかろうじて爆発を食い止めました。そうして東海第二もギリギリだったんですね。これは、このことはちょっと詳しくお話しましょう。自動停止はしたんです。ところが外部電源が遮断されて同じように停電になっちゃって、非常用に頼らなければいけないというところですね、津波が襲ってきた。だから、ここ東海大にですね、ぐわーっと、ようやく、さあ、非常用で何とかしようと思ったところへ、津波が東海大に襲いかかりまして、これをですね、彼らの図で見ますと、こういうところへ入っていって、ここをですね、突き抜けて、ここの壁を、穴を通して、そうしてここまで入って、で、ここへ入っちゃったんですね。ここにポンプがあるんです。大事な。非常用ディーゼル発電機やのか。これが水没しちゃったんだ。だから、後で、まあ、事故の後作業者に立ってもらうと、こんな高さ、こんなところまでですね、水没して、海水ポンプが水没しちゃった。で、6.1 メーターの防波壁で囲まれてたんですけれど、津波の高さ 5.4 メーターだ。ギリギリだった。だけれど、それで済まなかった。工事用の穴が開いてる。で、そこからずっとさっき言ったように、ずっと水が入っていったんですね。で、大事故突入寸前になりまして、こういう形でずっと1系統が使えなくなって、で、地震から7時間経っても炉内の水温が200度を超えて圧力は高い。通常の運転とほとんど変わらない状態だ。当時の、プラントのパラメーターを見るとこういう状態ですが、怖いのはここですね。津波でここで水没して、この後ずーっとこう波打ってるでしょ。これがさっき言ったあの福島でさっき赤い絵を出したでしょ。あれがダーッと落ちる。あれがこうやって激動してるわけです。東海第二ですよ、これは。皆さんの目の前で。で、これはまあ一応ですね、なんとかバルブですね、操作したと書いてあります。おそらく自動調整で動いたんだろうと思いますけれど、炉内の水位が70センチも変動するってことはもう大変な状態ですね。もう本当にギリギリな状態で、要するに綱渡りずーっと続いて、海水ポンプもう2台、もう水に浸かってたんですが、先ほどのようにギリギリで上の方だけ出てたんですね。それでギリギリで完全電源喪失を切り抜けて、そうして、ようやく3日目の14日午前、3号機が、福島で3号機が爆発したあの頃ですね、外部電源が復旧して、
助かった言うんです。だけれど今津波の記録をもう一回調べてみました。合同調査グループのここ 6.1 メーターでもう爆発してたって言ってるんですが、ここでですね 6.9 メーターの津波来てる記録がある。東海村によく助かりましたね。ここがよく 5.4 メーターで助かりましたね。この囲い、コンクリートの囲いのせいなのかもしれませんけれど、本当にギリギリだったんですね、東海村。その後もいろいろなことが明らかになってますが、当日ですね、いろいろな損傷や複数のトラブルが当日あったことが今になって続々と分かっています。もう一つ怖いこと、これも言いたくないんですが、これよく気をつけてください。東海再処理工場ではですね、あの日再処理工場も危なかったんだ。東海第二だけではなく、この場合は 5.6 メーターの津波が来襲してですね、もうすぐ近くですから、なんと1メーターの津波の差で助かった。これはもっと怖い話なんですよ、実を言うと。なんと六ヶ所再処理工場を超えるですね、今高レベルの廃液、液体を抱えている東海再処理工場。だからその液体っていうのはずっと冷却し続けていないといけないものなんですが、こういう危機に陥ったわけです。だからこの量ですね、この量はですね、いいですか、今年1月現在の貯蔵量はですよ、放射能の総量、そこに溜まってる液体ですけれどね、丸く書くとこんな放射能なんです。この単位は我々普通使えない。ここで万でしょ、億でしょ、兆でしょ、これ K って393Kベクレルなんて言わないです普通ね。とてつもない10の18兆ベクレル。これは福島第一の今度原発事故で放出されたセシウム137の保安推定値のほぼ100倍です。こんなものが海抜6メーターの低地に今あるわけです。これも何とかしなければいけません。だから、東海村の村上村長が言っていてくれるように、ギリギリで助かった。もう生きてるのが不思議なぐらいだと。東海村からですね、30キロ圏ではもう100万人が住んでるんだよと。本当に村上村長は素晴らしいことを言ってくれてます。地震列島の日本が54基も原発を持って正気の沙汰じゃない、危ないのは浜岡だけじゃないんだよと。そして一番心を痛めてるのはこの現在の福島原発の周辺住民ですね。あの人たちはもう棄民だ、何にもしてもらえない。36万の子供たちの健康さえ守られてない。東海大の運転再開なんてありえないということをはっきり言ってくれています。もう一つだけ言っておきますが、宮城県の女川原発の311時当日ですね、ギリギリで助かりました。これもですね、13メーターの津波に襲いかかって、この辺飛ばしますけれど、要領よく言いますと13メーターの津波が来て、ここが敷地が 14.8 メーターだからギリギリ助かったって言うんですけれど、ここの女川漁港は17メーターですよ。これもうギリギリですね。なんという運だろうと思いますけれど、本当に2メーター差じゃないですよね。実を言うともっと調べてみるとね、もっとすごい記録がある。女川ですよ、これ。これここのところ、一番入りやすい形してますね。こういうところ。こういうところ好きなんです。津波はざーっと集まってきますから、水が。ここで35メーターです。だから、東海村も女川も、もう全くただの運だけだったんです。だから福島第一だけじゃない、4基じゃない。残り2基も危なかった。福島第二の4基も、東海第二も、女川も合わせて8基全部爆発して、14基爆発していておかしくなかった。これが去年の3月11日の出来事だったっていうことはですね、我々よく考えておかないといけないでしょ。もう日本中そんな状態ですよ今。だからこんな東海村のあんな、こんな解体中のこんなものポキッと折れてるんですよ、余震でね。その後もういいでしょうね、この辺ね。だけど六ヶ所村のことだけちょっと一言触れておきます。去年の4月7日、最大の余震が起こったとき、六ヶ所再処理工場でですね、
比重電源でかろうじて冷却を東海村と同じように続けたんですけれど、ここはですね、日本中から死の灰を集めているところです。だから東海第二を廃炉にしたって、ここの六ヶ島村で事故が起これば日本がなくなるっていうより地球がなくなるかもしれないぐらいのことが起こるわけです。これが今全く運転できないという、もうどうしようもない状態にあるわけですが、ここはなんと3000トンのプールがあるんですね。ここ見てください、これ再処理工場ですよ。これこれは再処理工場。津波の想定をしてないんです。ここ信じられないでしょ。ここはね、沼なんです。太平洋直結してるんです。だから湾と同じなんですよ。ここへ入ってきたら、こういうとこ今小名川入ってったでしょ。こういうとこは35メーター超えたでしょ、小名川で。こういうとこは津波が一番好きなの、集中して。ここを乗り越えたら日本終わる、地球が終わるかもしれない。こういう状態が今の状態だから、皆さんもどうか六ヶ島村再処理工場を止める運動もですね、全国規模で同時にこれから立ち上げてください。原発の津波対策をちょっとお話しときます。日本中の原発は電源を高台に置けと、これでいいんだと言って今ストレステストみんなパスしてるんです。皆さんは大丈夫でしょうか。今例としてですね、一番危ない東海大地震が目の前に迫っている浜岡原発静岡を例にとってお話しますと、福島の事故の後中部電力が12メーターの壁を建てると言ったんですが、浜岡原発も同時に私たちは考えなきゃいけない。だっていいですか、浜岡原発で事故があった時、チェーノブイリの大汚染地帯ね、これを日本地図の上に置くと、同じ縮尺で置くと、ここはもう住めないところです。だけれど形がどうなるか分かりません。実際にはですね、浜岡で事故が起こった場合どういう形になるか分かりませんが、少なくともこの最大距離でいうとこの範囲が危ない。今福島でこれが起こってるわけです。ということはいいですか、もちろん茨城県ないでしょ。私は東京から来ました。東京もない、名古屋もない、大阪もない。要するに浜岡がドカンといったらですね、おそらく7000万人の民族大移動しなければいけない。そんなことはありえないんです。皆さんも先ほど私マスクを持ってなさい、ビザを取っておきなさいって言ったけれど、実際には海外に逃げられるかどうか、この間あの JR の労働組合の人たちにこういう話をしました。広瀬さんはじゃあどうするんですかって聞かれて、私答えられなかったら、そうしたらその人がバイクがいいですかねって言いました。そう、バイクなら可能性はあるかもしれないですね。飛行機はダメでしょうね、まずね。だから大型あの客船かなんかがどっかあって、まあしかしタイタニックと同じようなことになると思いますけれど、さて浜岡なんです。浜岡も私たちの命、首都圏の命を握ってますのでお話しときますが、ここに砂丘があります。これは10メーターの砂丘があるから大丈夫と言ってきたんです。大丈夫ですか、これただの砂山なんですよ、これね。で先ほどの北大の平川和臣先生に聞いたらね、こんなの津波が一番好きな勾配だって言ってました。こうサーッと上がるんですよね。こんなの壁にならない、津波防ぐなんてそういうことは関係ない。津波っていうのは這い上がっていくんですから、どこでも。そしてなんとですよ、去年の台風であの砂丘が崩れちゃったんだそうです。え、こんな砂丘ですよ。そこへ今中部電力が、これ中部電力の話だと思わないでください。これ日本中全部同じ対策ですから、いいですか。で12メーターじゃない、15メーター18メーター引き上げてきましたが、これ壁ですよ、こういう壁、ここでピタリと止まると、こういうことを今言ってるんです。これで全部ストレステスト通っちゃう。みんなそうですよ、あの若さ、今動かそうとして若さの対策全部同じですよ。いいですか、安政東海地震というのは江戸時代1854年に起こりました。ペリーが来航した翌年ね、あの時の地震がいよいよ日本に迫ってきてるわけですが、あの時はですね、ずっとこの辺が全部1、2メーター隆起しまして、そうして
甲府でも7割が家が崩壊し、これはもちろん地図がないから、こっち江戸までね、全部紀伊半島まで全部壊滅状態になった、それぐらいの巨大地震でしたが、これは地震だけじゃなくて、その後に津波が襲いかかっています。この津波なんですが、記録を読みますと、安政東海大地震、浜岡原発の今、さくらなんですけれど、600メーター内陸まで津波が押し寄せたと記録されてる。なんでそんなところまでざーっと津波が行ったんでしょうか。こういうふうに日本の海岸線は前に遠浅があって、そしてその後日本海溝があってダーンと落ちて深海があるんですね。こういう構造してますね。これが乗るんですよ、津波というのは。これが揺れて、そして周期があってドカンと乗ってくる。こうして津波は高くなるわけ。だからここに今浜岡原発あるんですけれど、御前崎の、この静岡県の御前崎の海底地形っていうのこういうのありますけれど、こういう Google Earth やなんかでご覧になるともっとわかるでしょう。とてつもない深い、このね、深さ、ここの海水が乗ってくるわけです。乗るたびにどんどん底が浅くなるから大きくなるわけです。そうしてこういうふうに襲ってくる。で、この場合ですね、私が前から怖いなと思ってたこの十和田のところのこの地形なんです。海のね、この水色のところは海ですよ。十和田です。だからここへ全部集まるんです。集まって全部乗ってくる。巨大津波になるんです。そこに浜岡がある。ましてですよ、これ見てください。ここが原子力発電所です。ここに今壁立ててる、バカだから。ここに川あるの。川全部上がっていくでしょ、津波は。こういう人間、津波のことを何にも知らない。8年前、まあまだ7年前ですけど、スマトラ島沖の巨大地震津波がありました。見てください、ここに高層ビルがあるでしょ。こんなんでしょ。どんなんだろうと思いますけれどね。津波っていうのは我々が考えているようなもんじゃないんです。これ被害に遭った人しか知らないんです。被害に遭った方はもう多くの人がこの世にいないんですよ。だから寺田虎彦さんが言ったの。天災は恐れた頃にやってくるからと。それから私がともかく去年学んだ津波に対して一番学んだことはですね、津波は高さ、破壊力、引き波、それだけじゃないということですね。私がやっぱり去年の見ていて、テレビで見ていて一番怖いと思ったのは、津波っていうのは水の体積だということが一番怖かったです。要するに、後ろからどん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 押してくるから、前に何があろうと全部乗り越えていくんですね。だから、私たちが去年見たことをもう一回、テレビやなんか しっかり教えてくれないんで、もう一回そこで学習しておいてください。これは去年11月、宮古で学習会開いてくださったんで行って、そして現地の人にもういろんな恐ろしい、凄まじい話を聞きました。そういうことを交えてお話ししますが、この写真はですね、宮古の視聴者からこう撮ってるんです。上からですね、高いビルから。だけれど、これを撮ってる人はね、最初ね、そんな恐怖感持ってないんですよ。記録は撮ってるけど、ここはあの川の河口ですよ。だからここへずっと入ってきてるんですけれど、こういう津波じゃない、スマトラ島沖のこういうの来たら分かりますけれど、この時はね、見ていて分かんないんです。私もずっとビデオ何度も見ましたけど、津波って感じないんです。ぐー上がってくるんです。ただ音もなくね。そうしてここに係留してる船が次々とこうどん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 流されていく。あ、船が流されていくっていうようなことを言ってるうちに、あっと思ったらダーッとこの堤防を越えていたんです。そうしてダーッとこれがですね、一瞬で宮古の市街を舐め尽くすというですね、本当に悲しいことが起こったんです。だから津波にもいろんな形があります。これ南相馬の場合はですね、目で見えます。左右からざーっと両方の波頭がぶつかってきました。大きく、こういう大きな津波になる。
これは皆さんもテレビで何度も当日ご覧になった方多いと思いますけれど、仙台をざーっとね登っていく、これが今起こっていることかと思って、我々テレビで見ました。あれ6000メーター6キロまで内陸へ登りました。水がねどこまでも行きます。それで私が宮古行って、あの山田へ行ってですね、あの現地の人に案内してもらって息を飲んだのはこのまま、私が撮ってきた写真を見ていただきますけれど、こんな防潮堤がダーッとなぎ倒されてるんです。これどれぐらいの大きさだと思います？ここにあの田村剛一さんに立ってもらいましたけど、人間が立ってこんな巨大な防潮堤がずらーっとなぎ倒されてるんですよ。これね、これが津波の破壊力です。それから有名になりました太郎ね、日本一の防潮堤を誇っていた太郎、これ最大の波の時の写真と言われていますが、これを見ても分かんないです。よーく見るとここに防潮堤があるんですが、現地行って見てごらんください。こんな高いんですよ。こんなのの2倍を超えてきたんですよ。これでは安心しますよ。だから安心してここにみんな住んでたんです、この中にね。で、防潮堤があるおかげでみんな見えないでしょ。津波が来てるの見えないから、全部ここにみんな家があったんですよ。この方たちがみんな飲まれて、一瞬で飲まれていったんです。これがなんと600キロ続いて、数百キロ続いてんですよ、海岸線。これが今起こってることなんです、日本で。皆さんも歩いてみればわかります。ここね、宮古の太郎にね、明治時代のさっきの38メーターのあの大津波があった時のプレートがここに貼ってあって、で、田村さんに立ってもらったんです。皆さん、これで何メーターぐらいだと思います？口の中でつぶやいてください。大体。これで15メーターなんですよ。これで15メーターですよ。40メーターだったんですよ、去年の最大津波は。どんな津波だったんだろうと思って、私には想像できません。こういうことが起こってるんですよ。いいですか、バカじゃないかって電力会社をね怒鳴りつけたいんです。お前ら何を見てきたのか、三陸はあるけど言いたいんです。電力会社は全ての人間に何を考えてるんです。40メーターみんな超えてるでしょ。茨城だって本当にこんなですよ。これ福島ですけどね、みんな20メーターなんか楽々ですよ、みんな。これは30メーター超えた久慈ですね、岩手県の。これは去年打ち上げられた津波石なんです。これ大きさ、これじゃ写真じゃわかんない。私が前に立ってみるとこれぐらいです。これ去年。江戸時代のはもっと大きいけれど、こんなのが激突してくるんです。巨木もみんな言ってました。すごい巨木がいっぱい激突してきたって言ってました。電源を高いところに設置すれば大丈夫だと言って、これから原発再稼働しています、しようとしています。大丈夫だと思う人手を挙げてください。いないでしょ。いるわけがないんです。こんなことは子供でもわかる。何でもぶつかってくるんだから、ケーブルがなきゃダメでしょ。高いところで電源あったってダメですよ。そこで電気出したって、電気を送んなきゃいけないんだから。そうでしょ。その時は大地震でみんな地盤めちゃくちゃですよ。ケーブルなんかまともであるはずがないんです。こういう国ですよ。日本人には理性がないとしか思えません。知性がないんでしょう、この国民には。平気なんですからね。でこういうことを NHK が一回言いましたか、一度でも皆さんに。こういう危険性を教えないでしょ。だから国民がみんなバカになっちゃうんですよ。どうしてこういう当たり前のことを教えてくれないんですか。あとちょっとだけ、じゃ あの地震のことを戻りますけれど、地震はね、先ほど言ったようにもう原理的に言うと皆さんご存知の通り、要するにプレートがあってですね、プレートが動くことによって起こる、地球の表面を作っている板がですね、これ締め切るから怖い。これが絶えずですね、地殻変動を起こしている。つまり
この東北だけが危ないんじゃなくて、今日本全土が危ないんです。要するに日本はですね、どこかが動いているとき、地球全体も動いてます。日本だけじゃないの。中国大陸だって、韓国だって、台湾だって、みんな危ないんですけれど、ともかく私が危ないと予感した3年前ですね、2009年、なぜかというと、ずーっと地震が続いて、この太平洋プレートを、この境界を中心にずーっと地震が起こって、だから間違いなく大地震が来ると思ったんだ。そうしてチリ巨大地震が起こり、ニュージーランドの地震が起こり、これ間違いない、この太平洋プレートが危ないということで学習会をして、東海村でもそういうことをお話したんですけれど、今の構造で言いますと、こういう構造です。要するにこの下にフィリピン海プレートが入り込んでるんです。そしてその下に激動している太平洋プレートがあるんです。だから余震だけじゃないんです。これは世界的に動いてます。ずっと動いてます。それが去年一発目食われたわけですけれど、一発目の地雷踏んだんですけれど、これが黒く点々になっているところが地震の発生した震源です。いいですか。日本どこにあります。見えないでしょ。だけどもっと怖いのはですね、ここに原発を置くと分かる。地震帯で原発があるのは日本だけですよ。この国おかしいんです。建てちゃいけない。アメリカもある、ヨーロッパもあるけれど、ここは地震帯じゃないでしょ。だから私は一昨年この本を書いたんですけれど、半年経たずに大事故が起こってしまいました。そしてこの写真も去年の8月です。私が鹿児島を学習会で回った時ね、まだ桜島がドーンと噴火していて怖かったんです。今も怖い。なぜかというとですね、桜島の爆発的噴火はずっと続いてるんです。見てください。これ去年ですよ。過去半世紀最大の記録を今更新してるんです。地底が動いてる。これはやみません、私の見るところ。そして今年に入ってもですね、もう早くも記録を更新して、そして新燃岳、あの新燃岳ね、これ去年ですよ。これ本当にまだ皆さんお忘れでしょうけれど、鹿児島の桜島と並んで霧島の新燃岳も大噴火を起こしました。この時の大噴火ね、この時火山灰がダーッと宮崎まで流れましたけれど、この関係がずっと怖いんです。今もって、なぜかこの霧島が動き、そして桜島が動いた後に、過去には関東大震災が起こって、必ず起こります。そうして先ほど言ったような江戸時代の日本全体を動かすような巨大地震が起こるわけです。必ず日本はですね、一箇所だけが悲劇が起こるってことはない。災害というのはですね、間違いなくこうして連動します。だから最近の地震の揺れだけちょっと説明しておきますと、福島第一はですね、ここに1号機から6号機までありますが、去年の3月11日に記録した揺れはですね、この白い棒が想定していたもの、隣の右側がグレーが、実際に測定した値で、多少波はありますけども、ほとんど変わらない、ほぼ500ガル。この揺れで福島原発は亀裂が入ってメルトダウン、炉心溶融が始まったわけですが、沸騰水型で、これ東海村も同じです。沸騰水型はですね、こうして熱が出て、この熱を伝えて蒸気で、それで発電機を回しますけれど、熱エネルギーの3分の1しか電気にならないので、大量の熱をこれ海に捨てて、温排水と称して海に捨ててます。ということは、これは水の流れであって同時に熱の流れですから、この熱をですね、海が奪えなくなると、要するにこの炉心がメルトダウンを起こすわけです。お分かりですよ。だから要するに、この何も原子炉だけが壊れなくていい、こっちが壊れたって終わりなんです。原子炉発電所っていうのは、このパイプのこの回路がですね、どっかやられると大地震でやられる可能性は非常にこっちは高いですからね。というのは、原子炉建屋は頑丈に作ってあるけど、タービン建屋はそうじゃない。普通と同じなんだ、普通の工場と。ここへ地震が襲ってくると、私が怖いと思うのは、やはりこれは普通の水道屋さんや
ガス管、配管をしている人はみんな知っていることで、この配管が折れちゃう。これは怖いわけです。違う建物ですからね。これは絶対揺れが違うんです。そういうところで、さっきのようなメルトダウン事故が起こりやすいわけです。ところが、振り返ってみると、阪神大震災以来ですね、鳥取県西部地震で1500ガル、大体。福島は500ガルでぶっ壊れたのに1500ガル。2003年には宮城県北部地震で2000ガル。新潟県中越地震では2500ガル。で、この時に新幹線が脱線してるんです。日本ではね。そうしてその3年後、新潟県中越沖地震で、そうして、ここ変圧器の火災を発生して、これはギリギリで助かったんだ、柏崎は、新潟の。これの時も、皆さんもテレビご覧になった方多いと思いますけれど、変圧器ですからね。要するに停電したのと同じですよ。電源の元を送り込むところですから。ここが火災を起こしちゃったんだ。ということで、ギリギリで助かりました。一本電線が残っていたんでね。新潟は本当に奇跡的に助かったんだ。なぜそんなことが起こったかっていうのを見るとゾッとするんですけれど、わずかマグニチュード 6.8 のあんな中地震で土台が上がっちゃったんですよ。3号機変圧器こんなになっちゃったの。もう柏崎の地盤めちゃくちゃ、今日現在まだ動いてんですよ。柏崎ってバカだから、東京電力はまだ一機動かしてんです。信じられないことに。その翌年起こったのが岩手宮城内陸地震です。これは見てください。ここに山があったんだ。山が消える地震なんてあるのかと思いましたが、山が消えちゃった。このことは非常に大事なことを教えています。なぜかというと、皆さん今会場で椅子に座ってらっしゃいますけれど、なぜ山が消えたのかと言いますと、皆さんはそこに椅子に座っていられるのは、つまり宇宙飛行士のように地球を飛んでいないのは、なぜか地球に引っ張られてるからでしょ。万有引力で、ニュートンの。この万有引力というのは、重力加速度といって980cmps 地上。この単位がガルなんです。さっきから言ってる。980ガル、およそ1000ガルの力で私たちは地球に引っ張られてるから、宙に飛んできません。だからこの大気圏外に出ると宇宙飛行士やロケットの中で浮くわけです。では原発の場合どうなのか。マグニチュードさっきの 7.2 の岩手宮城内陸地震、上下動がなんと4000ガルぐらいだったんです。全部浮いちゃいます。今ですよ、ここでこの会場、国際会議場、巨大なビル、コンクリートだけど、ここでですよ、上下動が1000ガルをずっと超える地震がずっと続いたら、この建物浮いちゃうんです。何しろ浮いちゃうんだよ。全部浮いちゃいます。そういうとてつもないのが上下動、怖いんですが、だから山は消えたんですね。浜岡原発は日本で最大の耐震性と言ってました。加速度1000ガルにも耐えられる、こういうことを言ってきましたが、そんなことあるはずがないんですよ。そうでしょ。一瞬なら浮きませんよ。一瞬ドンと来たってね。東海地震やなんかでしたらずっと動くんです。去年の地震も大きかったでしょ、長かったでしょ。要するに長い地震だったら浮いちゃいます。だから原子炉を建屋ごと浮いちゃうんです。もう耐震性なんて関係ないです。全部吹っ飛びます。だから私たちは浜岡はですね、もうあのまましといちゃでっけない。もうあそこもですね、急いで燃料棒を取り出さないといけない。地元の人たちがですね、これからどんどん今呼びかける運動をなさってくださっていますが、ともかく燃料棒をですね、浜岡から取り出さなきゃいけない。で、その浜岡にですね、ついに2009年で8月11日に地震が襲ったんですが、あれはもう本当に可愛いマグニチュード 6.5、 地球がくしゃみしたぐらいでした。それで浜岡号号は壊れちゃったんです。だからその浜岡が壊れた地震をエネルギーを1として今までの地震を比較していきますと、こういう形です。で、最大の内陸地震は濃尾地震。濃尾というのは美の終わりなので、それで当時は美の終わりと例えられた。これが日本の内陸最大の記録、マグニチュード 8.0 なんですけれど、
これぐらいのことが東海村近くでは起こりうるんです、先ほどのように。しかし我々が待っているプレート境界地震、安政東海地震、マグニチュード 8.4 ですからね。とてつもない新潟県中越地震、沖地震の250倍、駿河湾地震の700倍、10倍で壊れると思いますけれど、700倍が来るのを待ってるわけです。だから阪神大震災からですね、今言ったことをずっとグラフにしてみますと、こういうふうになります。福島では550ガル、最大550ガルで壊れた。これで大事故へ突入したわけです。こんなのは普通の地震で起こってるんですよ。日本中の原発が持つはずはないんです。ともかく東海第二がどこにあるかよく見ていってください。従来の指針がブルー、そして今オレンジ色でみんな引き上げた引き上げたと言っています。東海第二は380ガルで建設したんだ。600ガルに引き上げました。600ガルになってると思います？こんなことはですね、実際の工事現場の人たちがみんな知ってる。そんなことがあるはずがないんです。耐震性、あんながっちりしたもの、建物を作って支え屋なんか入れてるだけなんです。そして紙の机上の計算でみんなパスしてるんです。600ガルに耐えられるはずがないでしょう。東海大には今もですね、作った時が380ガルに耐えられると言ってたんならそれしかないんです。実際はですね、こういうでたらめです。こういう状態ですから、日本中の原子力発電所はですね、全てですよ、東海第二だけじゃないです。全て直撃を受けたらもう終わりです。今こういう状態ですから、私たちがこれから考えなければいけないのは、もう次の地雷を踏む日、ともかく次の地震が目の前に迫っている。そして来たら終わりだ、直撃されたら終わりだ、首都圏の人間、私たちのですね、命を茨城県の皆さんが握っています。ともかくあそこがドンと行ったらですね、我々の東京も終わりです。どうかですね、私の孫を守ってくださるようお願いしたいと思います。とりあえず一回ここで休憩入れます。じゃあ、ここで一回休みます。じゃあ後半は被爆の問題を中心にお話しさせていただきます。いろんながれき受け入れ問題とかいろいろ日本中喧騒ですけれど、放射能、原子力がなぜ危険かというと、究極はですね、放射能が体に悪いからです。それ以上でもそれ以下でもありません。だから、原子力産業、電力会社が今必死にいろいろな御用学者を使ってキャンペーンを、なぜああいうとんでもないですね、これなら大丈夫かというような数値を出して皆さんを洗脳するかというと、もう事故が起こって原子力が恐ろしいということを見られてしまった。だからあとはですね、放射能は安全であるということを言うしかないんですね、嘘をつくしか。今そういう状態です。ですから私も4人の孫を抱えて、我々はどうでもいいけれど、こんな人間はいいけれど、だけど子供たちは何としてもこのままですね、こんな国に命を預けるわけにいかない、今そんな状態に日本全土が置かれていますので、食品汚染あるいは水源の汚染をはじめとして一体どういうことが起こりうるか怖いですけれど、やはりしっかりこの医学的なことを理解していただきたい、そういう意味でお話しします。まずですね、今日現在も先ほど申し上げたように福島第一原発は危険な状態なんですが、それはドカンというとてつもないことが起こらなくてもですね、今もこの内部はですね、実は言うともう配管があちこち折れています。それから圧力容器、原子炉そのものは底が抜けています。それから格納容器も底が抜けています。サプレッションプールも穴開いている。これが1、2、3、4号機でみんな違うので、まとめて言うのは乱暴なんですが、大まかに書くとこういう状態で、一番怖いのはこの底ですね。サプレッションプール、ここの下コンクリートのグレーのところ、ここはもう亀裂が入ってます。
もう大地震で最初から亀裂が入って、そこへですね、燃料棒の塊が瓦礫となって灼熱のものが起こってきて、そしてこの下の地面はもちろん亀裂だらけです。ですからお分かりと思いますが、放射能はですね、そこへ東京電力がずーっと水をジャー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 回してるだけですから、放射能が今どん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 地下へですね流れ込んで、地下水、広大な地下水の汚染を広げているということ、それからこちらが海へですね、ジャー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 今もう流れている、こういう状態。上はもちろん吹き飛んでますから、もうもうと外へ出ている、今こんな状態です。一番心配なのはこの瓦礫がどこにあるかわからない、この上ですね。東京電力は水をかけてる、水をかけてると言いますけど、かかってるかどうかもわからない状態。だからコンクリートの中をめり込んでれば水なんかかかるはずもない。コンクリートを抜いてるかもしれない。そしてその塊がどれぐらいの大きさであるか全くわからないままですね、作業者の人たちがとてつもない被爆をしながら今肉体労働として自己収束をやってるだけなんですが、時々こういうニュースが出る。去年の11月ね、サイリン会からというのが出ました。で、いろんな人たちがこれを評論しまして、サイリン会だろう、いや自発核分裂じゃないかなんてくだらないことを言ってます。そんなことは問題じゃないんですね。これは中性子、よく聞いてると東京電力が中性子を測れないっつって、中性子の測定器、インクワンモニターっていうのがあるんです。それが壊れていて、それで平気だ、こんなんで自己収束をやってるっていうんです。要するにどういうことかっていうと、ウランに核分裂を起こすのは中性子なんです。これがぶつかると核分裂を起こします。そしてまた2個以上の中性子が出てくるっていうところがポイントなんです。そしてこう連続して雪崩のようにですね、核分裂が進む、こうしたものを利用したのが原子爆弾として、原爆として開発されたわけです。でこの状態が維持されてるのを臨界というわけで、そういう状態は今いつでも起こり得ます。そしてこの4321号機、どこでもですね、危険さは現在も変わりません。皆さんはニュースがなくなったので安心しているだけ。そしてですね、こういう人間たちにですね、これは子供たちが言ってるわけですけれど、この人間たちに今日本中の国民が命を預け、そしてマスコミが批判もしない、まともにですね批判もしないというままですね、再稼働しよう、我々日本人に本当に知性なんてあるのかという状態。だから我々が東京電力にお願いできる一つのことは、ともかくお前たち頭悪いんだか、放射能のですね漏れだけを防げと言いたいんです。で東京電力は一応1号機だけこういう鉄骨を組んで、そうしてこういうプラスチックですよ、こんなもん、だからすぐダメになりますけれど、とりあえず1号機だけ仮設カバーを去年10月に完成したので、1号機だけは上から出るのがなくなっただろうと思っていたら、そうじゃない、このカバーした1号機から大量にまだ放射能が出てるって、一体あのカバーは何なんだと、信じられない。これ3機合わせて大気中だけで400億ベクレルの放出が続いてる、これが12月ですよ。ところがその後のニュースがもっと怖い、1月になるとそれが2割も増えてるんですよね、放出量が。一体なんで増えてるんだと聞いても誰もわかんない。地下を見るとですね、こういうのが次々と、これ12月からこういう記事山のようにありますけれど、一例を出しますと、これ地下トンネルで見つかった放射能汚染水、これベタ記事ですよ、東京新聞はこれよく書いてくれてますけれど、これベタ記事ですよ、こんなもの。これ計算してごらんなさい、60キロ平方キロが廃墟になる量っていうのは、東京で言いますと山手線管内全部廃墟にできるんだ、ここにある水だけで。それぐらいのがもう次々と見つかってる。で普通は地下水っていうのはこの阿武隈山系からこうやって海にね流れる、我々こう考えますけれど、実を言うとこういう産総研の人たちがね、あのかねてからこの福島の地下水を調べてこられた人たちが今危ないと言ってる。それはね、なんと地球の自転があるから、
いろいろな複雑な形をして地下水が流れるんだそうです。そうしてですね、ここが海岸線ですよ、福島第一原発。ここ郡山、ここを新幹線が走ってるわけですけれど、この間 JR の労働組合の人に講演会でこうお話をしましたら、その人たちが東北新幹線で走るとエアコンずっと動かすでしょ、列車ね、新幹線。あのフィルターがすごいんですって、大量に。まあそんなのを処理する人たちも本当に危ないんですけれど、そういう状態で地下水の方もですね、実を言うと郡山やいわきの方はぐーっと流れていく可能性が非常に高いんで、で長期的に見るとこれは東京まで行くそうです。何年後か分かりません。だけど今そういうことが、広大な汚染がここで今起こってるわけで、これで海の方はどうかと言いますと、これは去年の4月2日、ようやくですね、発見して、超高濃度のとてつもないですね、危険なものが、ジャブジャブ流れているってことがバレたわけですけれど、その2日後に、東京電力は絶対やってはいけないのに、もう水を溜めるところがないっていうんで、海に流したんですね。低汚染水なんて新聞記事に書いてます。何が基準の500倍で、何が低汚染水ですか。これ1万トン以上も意図的に放流して、だから国際的にもう大非難を浴びているわけです。この海洋汚染についてはですね、私たちはもう見たくないんですけれど、ともかく見ておいてください。凄まじい海洋汚染。この ASR という会社は、この海流の解析ではもう世界的なレベルで非常に正確に解析をできる人たちですが、このプロの人たちが解析しました。これは地図は3月11日からですね、1週間後、つまり3月18日からの記録で始まっています。連続爆発から数えると3日後ですね、ここに、放射能が出始めた海ですよ、海の場合。さて、月末にはここまで広がっています。5日、4月5日ですね、10日、15日。で、あと半月ごとに追ってきます。これはアニメーションですから、皆さんもインターネットで調べるとこの図は出てきますから見てください。半月ごとに追っていきますね。で、もうとうとう地図から溢れたので、地図をちょっと広域に拡大してみます。私の今回の事故で読みが外れたのはこのことなんです。私は、日本の海流はこう、北からね、寒流が、親潮が北から来て、ざっと南に向かいます。で、南から黒潮が来て、まあ、千葉県の銚子あたりでぶつかる。まあ、こういう概念で見ていましたから、こっちへみんな流れると思ってたんですが、北海道南東部まで、広がってるんですね。これは本当にショックでした。それでこれがどんどんですね、北とそれからオーストラリアの方まで今どんどん広がってる、こういう状態です。で、この解析はこの11月11日をもって終わってるんですね。なぜ終わるんだろうなと思ってしばらく考えてみますと、どこまで行ってるかなんですけれど、ほぼここまで来てるんです。去年11月ですよ。ここがハワイです。ということは、実を言うと先月もハワイまで到達していると言われています。ですから、おそらくですね、ハワイっていうのはもう海で生きる観光地でしょう。そういうことを考えても発表をやめたのかなと思いますけれど、わかりません。ともかくこれからですね、10年後、地球の海が一体どうなってるんだろうかということが心配になりますが、今こうやって進行しています。それから日本全土で言いますと、さっきは3月の爆発の直後をお見せしましたけれど、こういう記録もあります。これは4月なんですが、この時は私ちょうどこの後ですね、東京から大阪公演で行ってたんで、あ、東京から離れてよかったと思っていたんですが、そうじゃないんですよね。もう全部韓国ですよ、ここ。全部舐め尽くして、北海道まで舐め尽くしてでしょ。こういうのが我が家に山のようにあってですね、
時々いろんな方が風評被害なんて言いますが、日本でこの事故による風評被害なんてないです。すべて日本全土は残念ながら、大小の差はあっても全土が汚染されたわけです。じゃあこれから何が起こるかということは考えたくないけれど、我々子供を守っていかなきゃいけないんで、しっかり考えましょう。で、去年もお話したんですけれど、改めて言いますと、去年の事故があって、その月末にヨーロッパの放射線リスク委員会、ヨーロピアンコミティオンレディーションリスク、この委員会、私が信頼しているですね、最も信頼している人たちが、福島事故によるがん患者の増加数を発表したんです。それを図解します。大まかに言います、今。100キロ圏、10年間に10万人以上ががんを発症するだろう。それから、ブルーのこの200キロ圏、ここでもおよそ12万人以上ががんを発症するだろうと計算しています。今後50年間では40万人ぐらいが放射能によってがんになるだろうと。で、しかもこの計算はですね、地上からの汚染だけを計算しているもの。実際に私たちが今本当に心配になって深刻になっている食品汚染、それから飲料水、粉塵、子どもたちは粉塵をたくさん吸い込みます。遊びもありますから。そういった内部被曝を加味するとさらにこれが跳ね上がるということが分かっているわけで、今もっと大きな問題になってきたらこの300キロ圏ですね。でここに小さく見えるのは、これが私の住んでいる東京ですが、もう神奈川あたりまでね、でただしこういうふうに同心円にはなっていませんね。お分かりの通りここに山があります。福岡福岡ここに山があって、福島から出て海に行ったものは先ほどの大汚染を引き起こし、内陸に向かったものはみんな山にぶつかりました。ちょうどシベリアからの寒気が山にぶつかってこちら日本海側に雪を落とすのと同じ原理で、福島の放射能は多くはですねこの山にぶつかりました。だからこの内陸県の栃木や群馬やですね、こういうところの山間地で非常に高い被曝線量が計測されています。今こういう状態で、でこの報告書の、ヨーロッパの人たちの報告書の一番大事なところはですね、日本の政府が基準にしている ICRP 国際放射線防護委員会のいわゆる放射能の危険性の計算は間違っているということを言っている。つまり内部被曝を全く考慮しないで日本人はパクパクと危険物を食べている、そのことを警告しているわけです。アメリカのノースカロライナ大学のウィング助教授の計算によりますと、もっと桁が上がります。今後10年以内がんを発症する人は100万人単位になるだろうと、そういう可能性を計算しています。このウィング助教授は先ほどのガンダーセンさんと一緒にですね、アメリカのスリーマイル島の原発事故、1979年の事故を解析をした方なんです。だから非常に正確なことです。でガンダーセンさんも同じように100万人の単位になるだろうという試算をこの間私が対談した時に話してました。だから彼らが言っている、要するに今まで何が起こったか、本当の被害者の調査を人たちした人たちの言葉をですね、私たちは一番最初に聞くべきなんだ。政府の御用学者の言葉は100回聞いても意味がないんだ。今回の事故で放出された放射能は77万テラベクレルと言われています。丸で書きますとこの通り、さっき言ったように丸がざーっと16個もあってですね、77系ベクレルというとてつもない量が出たと。これは保安院の推定でして、実際にはガンダーセンさんはそれよりはるかにたくさんの、チェーノブイのあの、ガンダーセンさんの予想ですと2倍から5倍であると。いうことを言っています。チェルノブイリの2倍から5倍っていうことは国の推定の50倍だということになるわけです。だからどれぐらいの放射能が出たのかは誰にも分かりませんが、ともかく気をつけていただきたいのは、放射能には単位がある。その4つの単位を概略申しますと、放射能そのものが持っている放射性物質の放射能の単位はキュリーあるいはベクレルで換算します。1キュリーが370億ベクレルです。これが大事なんです。
で、ここから出た放射線の強さはレントゲンという単位で測り、これが物体や人間にぶつかる、生物にぶつかると被曝線量、現在線量等量といって、これをシーベルト、皆さんがカウンターで測っているのは空間線量、これです。そしてこれが体内に吸収された場合、吸収線量、グレイという単位で測りますけれど、私はこの先ほとんど興味がないというか、ほとんど信用してません。こういうですね、被曝線量やシーベルトやなんかのもので、人間がですね、そんなことを計算できるはずがないという確信を持っています。それは医学的なことから申し上げている。私は元技術者でした。工場労働やってましたが、会社を辞めてからちょうどそれが1970年代大公害時代で、水俣病があり、痛々病があり、そして薬害のスモン病があり、そして東京に戻ってきたときにちょうど高化学スモークが出る、そういう時代で子供が心配で、それで私は医療関係の方に道を取って医学をずっと学びました。そこで出会ったのは放射能の問題。日本人はなぜこの大変な放射能の問題を公害問題として考えないのかということでぶつかったのが、私が若い頃30代の頃の出来事です。ですから日本人は放射能に関しては本当に無知です。その時代から今日までですね。それは医者が悪いです。日本で一番悪いのはね、医者がなんで今立ち上がらないのか、これだけのことが起こってなぜ立ち上がらないと思います。あのお医者さんたちは検査でみんな放射線を使うので、とにかく放射線の有効利用ということに対してそれを普及する側なんですね。だからともかくその放射線の危険性については患者にも言わない、そういう体質が身に染みてる、それがいけないということをヨーロッパやアメリカの医師たちがみんな私たちに教えてくれてたんです。それはいけないんです。今なぜ日本医師会は立ち上がりませんか。だから日本はひどいんです。ドイツはなぜ反原発運動があそこまで行ったかというと、みんな医者が先頭に立ったんですよ。その医者がいないんです。日本にはあまりに少なすぎます。だから私はね、皆さんに申し上げたいのは、安全のいろいろな基準値なんて、そんなものは何の意味もないということを知っておいてください。それは目安です。原則ゲロゼロ、これをですね求めていかないと子どもたちは守れません。というのはですね、個人差が非常に大きいということです。男と女、体は全く違います。圧倒的に女性の方がですね、放射能による被曝の影響は大きいです。特に甲状腺なんかではですね、もう何倍も大きいです。それから妊娠中の女性、出産した後、それから妊娠してない若い女性、みんな違います。体が違います。それから私の孫と私のような高齢者と全然違います。私は夜一緒に孫の小学校6年の子供と女の子と飯食います。私の3倍食いますよ。その女の子と私が同じはずないでしょ。私と横綱白鵬が同じはずないでしょ。体みんな違う。それから白人、黄色人種、黒人、これみんな違うんです。体の体内構造みんな違います。大きな人間、小さな人間、肥満と痩せっぽち、退食感、消食、それから大きなのはここです、病弱。すでに人間というのはみんな障害を持っていますけれど、特に弱っている時の人、それから頑強な人と、これは全然違います。放射線は同じ放射能を体に取り込んでも全然違います。例えば肺を病んでいる人はそこをやられます。集中的にやられますから先にやられる。そうするとその人は持病を持っていたということで、その病名で死因やなんかが決められちゃう。実際は放射能でやられてるかもしれないんですよ。それは区別がつかないから、疫学をとってもダメなんです。だから私たちが聞くべきは被害を受けた人たちの言葉なんです。それでチェルノブイリのことをいつもお話しするんですけれど、チェルノブイリの汚染地帯はこの通りでした。爆破したチェルノブイリの原発はここのにありました。このパターンの通りですね。今福島県内も同じように、要するに同心円にはなってませんよね。こういうまだら模様で汚染が起こっているわけです。で、今ここに皆さんの距離を書いてあります。ちょっとこれを距離を皆さんのいるところと合わせてお聞きください。ここにある地図のこの長さが東京富士山、つまり100キロの長さで、東海第二から土浦駅が60キロ足らず、
で、ここのつくばもほぼそんな距離です。70キロ前後でしょう。そうしてこのピンクの、この蝶々の全体の形のピンクのところはこれで低い方です。だけれどこれはもうこのピンクの中は全部ですよ。飲食をしてはいけない、生活をしていけない、それぐらい危険な区域だけど、こんな広大な範囲の面積の人間を全部避難させることはできないでしょ。だから今現在もですね、多くの人がここへやむなく生活をしているわけです。汚染していると分かっていて、でこのオレンジ色で赤になってくるともう超危険で、こういうところはもうみんな立ち入り禁止やなんかのところですね、封鎖区域です。でソ連が崩壊後、ロシア、ベラルーシ、ウクライナになりましたが、よくこれだけの調査をしてくれたと思いますが、日本ではこれだけの詳しい調査は行われてません。実際はですね、後でお話します。で皆さんに知っておいていただきたいのは、福島県の面積が日本で何番目かということなんです。なぜこれをお尋ねするかというと、食べ物に関わるからです。どれぐらいでしょう。福島県というのは、これ東京首都をちょっと比較するために書いてみると、こんな大きさですよ。私はですね、実を言うと長野県よりは小さいと思っていたんですが、長野県より広いですね。だから東京都というものを置くとこんなものです。東京なんか例えば23区という人間がごしゃごしゃいるところはこの辺ですよ。今福島はこれぐらいのところを全部同面積を除染しなければ、いやこれぐらいの面積ですよ、全部除染しなければ。これが福島県のセシウムの高濃度汚染地帯です。福島県全体はここまであるわけです。いいですね。だからどういうことが今起こっているのかということを考えるときですね、自分の住んでいるところへこれを置いてみると、どれほど大変なことが今福島で起こっているかわかるわけです。でこれはですね、これは福島県全体で、ここが事故の起こったところ、それでチェルノブイリの汚染地帯とこの濃度を比べてみますと、こういうふうになります。この外側の薄水色のところは3万1平方メーターあたり3万ベクレルと、このところはもう生活をしてはいけないぐらいのところなんです。危ない。この濃いところだって郡山ですよ、福島でしょ、ここ新幹線通ってるんですよ。私の親友の藤田裕子さんはこんなとこもう新幹線全部止めろと言ってますけれどね、自動車も通っちゃいけないって言ってますけど、本当に今そんな状態で、この辺はですね、6万から10万というとてつもない高濃度で、この辺はですよ、このちょっと内側のとか第三区域、チェルノブイリの第三区域、オレンジの領域に相当します。それから第二区域、これは真っ赤なところ、さっきのだからこの辺はもうチェルノブイリの封鎖区域に相当する、この辺が有名な飯舘方向なんですけれど、こんな状態です。で東海第二原発をこれに当てはめて考えています。もし起こってはいけないことが起こったとき、我々考えておかなければいけません。先ほど言ったように、あの村上村長が言っているように、もう30キロ圏に100万人住んでるこの東海第二原発なんですが、これぐらいの距離に私たちはいるわけですけれど、東海第二原発で先ほどの福島県の汚染がですね起こったと仮定して置いていっています。でここからですね、汚染が始まる。これがもう封鎖区域あたりですね。皆さんご自分が住んでいるところを見ながらこれを見ていってください。これが第二区域、これももう超危険地帯ですね。これは風向きによってこうなるかどうか分かりませんよ。たまたま今福島の地図を重ねていってるんです。お分かりでしょ。要するに茨城県なくなるんです。事故があったらね、ここに30キロ圏でおよそ100万の方が住んでらっしゃるわけですけど、でこの辺だって全部は危険ですよ。福島市も私が行きましたけれどね、本当にあのタクシーに乗って、私はあのカウンター嫌いなんだけど、娘がもう一応持ってけって言うんで、福島先月行った時、まあタクシーに乗った時、こう福島駅からメーター見てガーンと上がるんですね。
それで嫌だなと思ってタクシーの運転手さんに、なんだここは、あそこですよ、あそこ渡りですよって言ってね、大汚染地帯で、その辺に山にみんな降ってるんだよ、であそこにあのいわゆるアパートやなんかあるんで本当に心配だってことをその運転手さんは話してくれましたけれど、今もそんな状態です。で、茨城県のことを本当は皆さんにお話したくないんだけれど、こういう空間線量のですねから換算した文部科学省の現図が去年発表されました。茨城県もですね、北と南この辺りがですねかなり広大に汚染したようですが、これだけをですね信じちゃいけません。この文部科学省の図はですね後で解説をします。問題はですね、放射性物質がどれぐらいですねこの農地、食べ物に入っていくかということで、これは日本農業新聞が本当に心配をして、まあ、広大なですね汚染地帯をこう解説をしているんですけれど、さて1平方キロあたりね、先ほどの蝶々のマーク、あのピンクの外側のところで1平方キロ、広大な面積ですよ、1キロ四方ですから、それは1平方メートルあたりでいうと3万7千ベクレルに相当しますが、あのピンクのところはですね放射線防護服を着用しなければいけない地域なんです。本来これ原子力産業のルールなんです。生活するのにそんなことはできないということで、みんな普通の生活をしているふりをしているわけですけれど、私がまあ体験的に医療関係のことで言いますと、大病院で特に1キュリーなんてとてつもない危険なものです。そういうものは扱いません。人間の私たちの体で問題になるのはピコキュリーという単位です。ピコというのは1兆分の1ですから、丸がこう12ずーっとつく、これ分の1ぐらい、1兆分の1キュリーだから、子供たち皆さんこう会場たくさんに女性の方いらっしゃいます、どうかお母さんたちはですね、いやお母さんだけではなく皆さん周り子供いるでしょう、あの幼い子供たちを守ろうと思ったら、ともかくですねもう100ピコキュウリだったら本当に危ないと思ってください。それはベクレルでいうと大体4ベクレルぐらいです。それぐらいからですね人間の組織の破壊が始まり、心配な組織の破壊に入っていきます。だから今ではないです、すいません、チェルノブイリの事故の後ですね、ヨーロッパの汚染食品の規制は食べ物1キロあたり370ベクレルだったんですけど、それはとてつもない高いと言って、お医者さんたちは幼い子どもたちはともかく37にしろと、オーストリア、あのウィーンのあるオーストリアでですね11ベクレルにしろと言って規制をしました。そしてその基準を日本も輸入食品の規制にしたわけですが、福島の事故があったドイツ放射線防護協会は乳児、子供だけじゃなく青少年ですね、あの若い青年たちも含めて1キロあたり今4ベクレルしなさい、大人でも8ベクレル以上のセシウムを含んだ飲食をしないように提言している。今ヨーロッパでこういう状態なんです。ところが今私たち日本では1キロあたり500ベクレル、その100倍のものを子供たちに平気で食わせてパクパク食べさせて、499以下だったら全部安全だろうと、こういう論理なんです。食べ物を作ってる人がこういう意識です。悲しいかな。私たちが考えているとまるで桁が違う話をしている。要するに、これが飲料水の場合、ウクライナですよ、これ。こっちが日本です。牛乳、乳製品、野菜類、これ日本です。穀類、穀類って米ですよ。毎日食うんですよ。肉類。これが日本の安全基準です。何が安全ですか？人殺しですよ、こんなの。そうして、去年の暮れからようやく新しい安全基準をだ、やるんだ。今年の4月、来月から規制するんだって言ってる。今まではじゃあ安全だったのか、あ、危険だったのか安全だったのか、ちょっと聞きたいです、はっきり。はっきりしろと。なぜそんなことを今までやってきたのか。で、これからはですね、飲料水は現在よりこういうふうにすると。牛乳、乳製品だったのは牛乳にすると。こういうふうにして。これを見るとすごく厳しくなるように思うでしょう。思わないですよ、こんなの。
米と牛肉は10月以降だ。なんで10月以降なんですか。今食べてるんでしょ。なんで放置してるんですか、子供たちを。大豆ですよ。大豆っていうのは醤油の元でしょ。醤油がなかったら我々生きていけないじゃないですか、食卓。あれ、魚介類のことを言っておきますと、何でもその魚を取って、これ漁師の人が悪いんじゃないんですよ、漁民の人が悪いんじゃないんだけれど、知っておいてほしいのは、事故が起こる前、この福島の事故が起こる前は 0.08、 こんなものだったんです。キロ当たり 0.1 ぐらいだったんだ。ところが500でいいっていうのは、そんなことはありますかって。それで安全だろうという漁民の人たちがいるから言いたいんですけど、安全なはずはないんです。4月から新基準での正常値の1000倍で安全な魚になっちゃうんですよ。だから私はね、漁師さんなんかに会うと言葉もないんです。あの人たちが悪いんじゃないからね。そもそも主食の米が100ベクレルなんていうのは、こんな高い基準は信じられませんし、ともかく乳児だけ規制するっていうなら、幼稚園児はいいのか、小学生や中学生や高校生はどうなんだって。この子たちは育ち盛り、毎日体大きくなってるでしょう。我々、私なんか69で、こんなの来年後期だからどうでもいいんで、そういう人間と違うんだから、あの子たちきちっとしなきゃいかんでしょう、ドイツがやってるように。なぜそういうことができないんだ、あの小宮山陽子たちはね。これが厚生労働大臣だって言うんですよ。この答えを言いますと、皆さんが、この会場にいらっしゃる方は違うでしょうけれど、今日本全土の人が食べてるのは放射性廃棄物なんです。いいですか。なぜかというと、原子力産業低レベル放射性廃棄物のいわゆる濃度区分というのを決めているんです。もともとこれ以上はですね、ドラム缶、こういう黄色いドラム缶に入れて管理し、厳重管理しなければいけないということは決まってる。しかしその数値はですね、もともと我々がこれは高すぎると言ってきた数値であってね、これは認めて、私は認めていませんが、ともかく今産業界、原子力産業の言葉を使って説明しますと、ベータ、ガンマ放射性各種濃度と書いてあるのは、ベータっていうのはこれはストロンチウムのようなもの。がガンマっていうのはこれが今皆さんが測っている空間線量のセシウムや要素です。こういうものの濃度区分があってですね、これキロあたり、これここで1000ベクレル。だからここは要するにドラム缶に入れる限界は100ベクレル決まってる。食品の規制値はその5倍でしょ。放射性廃棄物をみんな食べてるんです、日本人。今まで絶対これは厳重管理すると言っていたものをですね、みんなそれをやると食品が減るから、足りないからと言ってやってるだけなんだ。安全だからやってんじゃないんです。だから皆さんは子供を守ろうと思ったら、国のそんなことを信じちゃダメで、自衛するしかないんです、私たちは。そして今、瓦礫の問題で言いますと、この100を超えて、こんなものはそもそも100っていう数値はクリアランスといって、早期に基準のために作ったあれら、あの連中の嘘の基準であってですね、8000に引き上げたんですよ、埋め立て可能な汚泥を。こんなものをですね、受け入れるとか受け入れないとか、そんなことを議論するレベルじゃないんですよ。ともかく全て管理しなければいけないものを、ともかくどこかへやって燃やしたり、焼却炉で燃やすなんて論外です。そんなことは絶対やっちゃいけません。食べ物、具体的に言いますと、汚染肉牛の流通事件が起こりまして、これだけ大騒ぎしました。しかしこれはほんのですね、氷山の一角のまた一角の事件でして、あれはですね、稲わらを犯人にしましたけれど、稲わらだけが犯人であるはずはないんです。私も若い頃遠くで酪農やりましたからよく知ってますけれど、牛にはたくさん水を飲ませます。放射能を、これは水はですね、汚染しています。水からも摂取しています。こういう牛舎の中ですね、もういろんな放射能が飛び交っています。鼻からも吸い込んでいる。まあ、この事件のオチはですね、ある
有名な、政教関係の人に全部教えてもらいました。この肉は一応規制しました。出荷、バレてから。だけれど、内臓は全部無検査で、どっかへ送りました。大阪へ送ったそうです。だから、ホルモン焼きで全部食べられたんです。だそうです。内臓ですよ。わかるでしょ？こういうことが平気で起こってきてる。だから私は水が今一番心配なんです。福島の人たちはこうカウンターでね、空間清浄を測って大丈夫じゃないかと思いたい。それはわかります。私だって福島県民だとそう思うんですけど、だけどそうじゃない。心配なのは水なんです。なぜかというと、コロンビア川でアメリカハンフォードの再処理工場で放射能を放流したときですね、この水の中の放射能を1とするとプランクトンで2000倍、このプランクトンを食べる魚で1万5000倍、アヒルで4万倍、こういう生態濃縮が起こるということが明らかになって、これがですね、戦後の放射能の一番重要なポイントなんです。で、特に怖いのは川辺の水鳥、コツバメです。こういう幼い動物で50万倍、さらに水鳥の卵の黄身で100万倍というとてつもない放射能が濃縮されていく。まるで高レベル放射性廃棄物のようになっていくと。この原理なんだ。これが生物サイクル、食物サイクル、食物連鎖という恐ろしさで。水鳥の卵の黄身というのは女性の卵子です。人間で言えば。だから母親が最大の愛情を持って作って、その赤ちゃんを産むときに最大の栄養を与えようとする。そこに放射能は濃縮する。そのプランクトンですね。これベタ記事ですけど、本当に怖いんです。要するにプランクトンに放射能濃縮が始まったということが出ています。去年10月ですね。で、具体的に見ると、こういう千葉県の例えば麦がありますね。この茨城の南、房総半島があります。で、これは、厚生労働省と農林水産省の、作ったマップなんですけれど、薄水色は不検出と判例に書いてあります。この色はですね。で、見ると薄水色がないですよね。不検出がない。不検出がないというのが私たちが信用する一番根拠です。ない方がいいんです。不検出なんてあるはずないんです。日本では。だから数値が入ってればいいんです。数値が入ってれば我々は信用します。この茨城県の麦、麦ですよ。麦っていうのはパンの原料、ビールの原料ですよ。これ3箇所に不検出がありますね。この辺は汚染しなかったのかもしれない。だけど、ここから福島に入ります。信じます？信じないでしょ？いや、信じていいんですよ。信じたい人は信じればいいんですけれど、とかくみんな検出されないんです。ね。こういう状態です。だから、これは私は、こういう言葉使いたくないんですけど、産地偽装っていうのはね、よくありますけど、昔から。だけれど、この福島県の農家の人たち、漁民の人たちはね、売らないと生きていけないんですよ。わかるでしょ。東海村で大事故があったら、茨城県も同じことやりますよ。絶対にやりますけれど、どこで日本中、どこで事故があっても、そこの自治体は絶対に生き延びようとして、ともかく汚染物は安全だと言って売りまくります。その時、福島だと言ったら売れないんです、今。だから、どっかを一回送るんです。もう地元の人に聞きました。これは皆さんもお読みになった方多いと思います。別冊宝島の原発の深い闇パート2というのに、本当にこの現地のですね、在住記者の、東さんという方が詳しく書いてあります。これを読むと本当に寒気がしますが、こういうふうに追い込まれているわけです。だからそこから全部流通してます。だからほとんど捨てられてないんですよ。悲しいかな。私は福島行ったらこれどうするんですかと聞くんですけど、いや、あっちへ送る。地名をみんな言います。今ここでは言いませんけれど、全然他の県の名前を挙げます。で、それがどこ行くかみんな知ってます。調べました。本当に恐ろしいことが今起こっています。それから薄めて、こうやって薄めてですね、非常に危険なものと高いものを混ぜちゃう。平均値をペーパーの上でできます。そういうことがよくあります。それでこの去年10月、知事がね、
福島の米安全宣言の後、この後は皆さんご存知の通り、みんな次々と出てきてボロボロになるわけですが、さて私たちが生きているこの茨城、千葉、あるいは私のいる東京、ここはどういうところなんでしょうか。チェルノブイリはさっき言ったんですね、さっきの町長の危険地帯は1平方メーターあたり3万7千ベクレルなんで、ところが6月時点で東京を調べてくださったあの市民グループの人たちが56箇所調べて平均で3万ですよ。全然変わらないでしょ。チェルノブイリの汚染地帯と変わらないんです今関東地方は。これがさっきの、ここがですね、第4区というのがピンクのところ、これがオレンジ色のさっきのところです。チェノブイリの危険地帯で、ここにありますけれど、ここがさっき言った限界のところです。ピンクのね、これ1平方キロあたりで表すと1キュリで、ここに皆さんがいるわけです。これはただしこの東京都はサンプル数多いんですが、茨城、埼玉、千葉、サンプル数が多くないので、これで必ずしも平均値正確に表しているわけではありません。心配なのはこの最大値ですよね。非常に汚染が出ているところ、砦屋なんかの20万、これはもう完全にですね、 JNV の先ほどのオレンジの超危険地帯に匹敵する、こういう場所がいわゆるホットスポットとしてかなりあるわけです。で、空間線量と私が知りたい土壌線量は違うんです。だからある程度それが相関性があるのは自然界の場合です。森や土や水がある、そういうところは分かります。だけどこの筑波だって大都会でしょ、こういうところは分かんないんですよ。一体何が起こってるのか、私は去年からずっと分からなかったんだ。東京にいてみんなコンクリート、アスファルト、ビルばっかりですからね、土が出てない。一体東京で自分たちの子供たちはどうやって生きてるんだろう、どこで被爆してるんだ、それが分からなかったんですが、まあそれがですね、やがて分かってきたんです。というのは11月 の、 あの文部科学省のこの公表値は自治体が測った数値なんで今使いますけど、東京の新宿、あそこにはとてつもなく降ったはずなんで、高層ビル街だよね。で、岩手県、これ東北だからみんな汚染地帯だと思って比べてみると逆で、放射性要素は新宿がこの盛岡の100倍多く降り積もってる。信じられないでしょ。セシウムも新宿の方が6倍近い。だからこれで考えると茨城だって大変ですよ。そういう中で国の放射線審議会って、あの殺人連中がですね、これがもう年間の被曝量を20ミリシーベルトに引き上げてしまった、これ20倍にした。ですからまあ日本はですね、国際会議でもう完全に信頼を失ってます。日本はまあ胃の中の数、まあ内弁慶といいますか、今日本の報道界は今そんな状態なんです。強がって言いますけど、日本人が外へ出たらもう完全にまともな人間は全く日本人のこういう説明を信用していませんから。これを見ると東京都はこれ、奥多摩の方とですね、この千葉県に近いこの辺り、葛飾辺りだけが汚染地帯のように見えるでしょ。で、ここが新宿ですよ、大都心。それでここに私のある杉並がある、全然汚染してないでしょ、この地図で文部科学省の。こういうの信頼できるんだろうか。それでうちの庭の土を取って、それで担保者で測ってもらって、去年うちの庭で1万7千、近くの公園、子供たちが遊んでると9万ですよ。さっき言ったでしょ、チェノブイのあのピンクの汚染地帯3万7千から始まる、近くの公園は9万ですよ。全く汚染になってないんです、こういう地図見ると。だから皆さん信用しないでください。よーく測ってください。信頼できる、担保者のようなところで、信頼できるところで測るようにしてください。だから杉並小学校の芝生で600万、これ。ね。こんな数値ですよ。なんでこういうデタラメになるかっていうと、彼らはヘリコプター飛ばして、高いところが300メーターもの高いところから空間線量測ってるだけなんです。土を取って測ってないんです。シーベルトで測るから、それで計算でそれを換算するんです、ベクレル。な、換算ができるはずないんです、こんなものは。これいい加減な換算をやるから、みんな違うデタラメになってくる。
飯舘村の場合はもう全土がですね300万ベクレルですから、とてつもない汚染です。大熊町では3000万ベクレルですから、この長谷川健一さんとですね2度お会いしまして話を聞きましたけど、この飯舘村で酪農をずっと習ってこられてですね、逃げ回ってきて今も苦しんでいるこの長谷川さんの言葉をですね、私は日本中の人は聞くべきだと思うんですが、この飯舘村の村長さんの官能っていうのが悪いやつ、これは NHK いつも出てきて英雄のようになって出てきてるけど、みんな村民を被爆させてきた男ですよ。それがなんでいつも NHK でヒーローになって出てくるのかと思うの。そのことをこの長谷川健一さんが書いています。おかしいんだと。いいですか、これ東日本大震災が1年後の福島民友の記事なの。住宅不安、要するにみんな住むところは本当に不安を持ってる。それがここに中間貯蔵って書いてあるでしょ、これ最終処分場なんだ。ひょっとすると福島県に日本全土の高レベルの危険な廃棄物を集めるんじゃないかと私は心配してます。なぜかというと、ここにその担当者が今事故の後集結してるんですね。非常に恐ろしい状態が進んでます。このアンケートは皆さんも信じられないでしょうけれど、その避難をしている人たちに今の避難先は何箇所目ですか、今今月聞いたらこんなデータですよ。半数以上が4箇所目5箇所目点々と逃げ惑ってる。これが今福島の被爆の難民の姿です。この会場にも先ほどお会いしました福島の方がいらっしゃって怒ってますけれど、今こんな状態ですよ。神奈川県だって大丈夫と思わないでください。きれいに見えるけれど、これもとてつもない量が小学校近くで出てますからね。だからそれはホットスポットというのはどこにあるのか私たちには分かりません。測らないと分かりませんから何とも言えませんけれど、少なくとも今こんな状態が続いてます。で、要素はもう半減期8日だからすぐ消えてる、もう大丈夫だ、そんなことを言う人間が山のようにいます。新聞の分かりやすい放射能の解説はみんなそんな類ですけれど、放射能の半減期っていうのは放射能が消える期間じゃない。これはずっと半分ずつにこうやって半分ずつ減るんだから、2分の1を何千回かけたってゼロにはならないんだ。要素131、半減期8日だからといって消えるもんじゃない。最初に言った通りとてつもない量が出ましたので、それがまだ残ってるはずなんだ。それは体内で測ると今ではホールボディカウンターにも出ないかもしれないけれど、体に入ってるんです。それを言いたくないけれど、半減期とですね放射能減る速度をこれ書くとこういうふうになります。1000分の1になるには半減期の10倍の時間かかります。こうして計算していくと1兆分の1になるには半減期の40倍の時間がかかる。だから要素131であれば8日ですから、40倍するとほぼ1年、1年かかってようやく福島から出た事故の放射能要素は1兆分の1ぐらいになった。なんで1兆分の1かっていうと、さっき言った通り1兆ベクレルどころじゃない、1兆ベクレルの700万倍ぐらいが出てるんです。とてつもない量。これは要素ですけれど、セシウム137であれば半減期30年ですから1200年かけないと1兆分の1にならない。それが日本の国土を汚染したんですから、私たちが考えるべきはそんな5年10年の話じゃないんです。これは本当に気をつけなきゃいけないんですね。でも日本人はすぐ忘れますよ。これもう5年したら完全に忘れてます。だけど病院の中で起こるんです。その頃から起こり始めます。これはチェルノブイリの子供たち、悲劇に遭った子供たち、要するに中学生以下のこの子供たちがですね、5年目からざーっと甲状腺がんが出始め、そしてグラフが減り始めたように見えますが、そうじゃない。この子供たちが15歳の統計年齢が移動して、この年齢層が増え始める。そしてまた減ったように見えるけど、そうじゃない。この18歳までのこの子供たちが成人に移行して、今成人の発がん者が増えている。今こういう状態で、これは去年の11月に出た東京新聞の本当に涙が出てくるような写真ですけど、
検査を受けて、今も甲状腺検査年1回受ける。この心配そうな顔をして画面を見ているこの子供の気持ちになってください。こういうことが実を言うと今日本で起こってる。どこで起こってる、それは私にも正確に分かりません。ともかくこれからのことも含めて申し上げておきますけれど、妊娠している女性はですね、自分の母親はこの自分の体よりもともかく赤ちゃんを育てるために体ができていますから、特に妊娠中期を過ぎた頃からですね、胎児のお腹の赤ちゃんにその甲状腺に要素を集めるようになります。こういう本能、素晴らしい本能を持っています。そうしてこの要素が放射性要素だと、それがとてつもない危険なことになるわけで、胎児の頃から被爆するわけで、出産した後もお母さんはお乳、これここに自分の最大の能力を発揮するようになっています。だから自分の甲状腺がどうでもいいという体になっていくわけ。そして母乳に要素を集めます。だから母乳に出るということは本当に今の時代では心配になるわけです。福島の場合はさっきの浜岡と同じように、こうしてですね、さっき言ったようにこのとてつもない範囲が汚染したんですが、九州の玄海原発であれば四国も九州も消えます。北海道の泊原発で事故があれば北海道が消えます。こうして日本中どこで事故があってもですね、このグレーのボールの危険地帯は同じですけれど、それがこれからどれぐらいの時間が経つと出てくるかということは、アメリカのスリーマイル島の事故、それからさっきのチェノビの被害者の人たちが知っていることです。でこれはですね、講談社のデイジージャパンがソ連のチェノビリ事故86年の2年後に創刊してくれたビジュアル雑誌で、この時私が冒頭書いた言葉を今読みます。これは88年から事故が起こった79年を引くと9年後になります。9年後に9歳の少女が失明しようとしています。この言葉は非常に意味が深いと思う。つまり事故があった時に生まれた女の子が失明しようとしています。このことをですね、先ほどの神田先生ともこの間会った時に話したんです。やはり日本人はセシウムのことしか言わないけど、そうじゃないんだ。あの時出ているクリプトンやキセノンの気ガスと呼ばれるのはとてつもない危険なものだということを神田先生は知っていますから。で、神田先生はここにいる女性オズボンさんのこともよく知っています。で、いろいろ説明してくれましたが、この時の雑誌に私が書いた言葉、つまりこれはあのフォトジャーナリストの広川隆一さんが世界を集めて調べてくれた時の記事なんですが、この地図を見てください。私の周りの人が次々と倒れていきます。事故があって9年後ですよ。こういうことが起こる。スリーマイル島原発事故ではほとんど放射能が出てないということを日本人は言っていますけれど、とんでもない、それは大嘘です。そうしてここが原発となって事故を起こしたスリーマイル島です。そうして風は主にこちらの方向に流れたと言われています。この点一つずつメアリー・オズボンさんは家をノックして、そうして癌や白血病になった人たちの家をピンで地図の上刺していくと、こういう地図が出来上がった9年後です。このスリーマイル島で出た放射能に比べて福島は桁違いに多いです。はるかに多いです。だから何が起こるか、多分もうあと3年もすると、つまり4年後ぐらいから大変なことは起こり始めると思います。それはただしですね、病院の中で静かに起こりますから。だから私は福島の人たちに今あそこに住んでいてほしくないに、ともかく逃げてくださいということを言うしかないんですが、その病院の中で起こる出来事を記録映画として書いて見せてくれたのがチェノブリハートという映画で、これは皆さんもご覧になった方多いと思いますが、ともかく病院の中でどれほど大変なことが起こったかを記録したものです。ベラルーシのゴメリ州では事故の後甲状腺がんの発症率が1000倍に上昇したとか、ミンスクで多くの子どもたちが障害を持って、重度障害を持って生まれてきて、その奇跡児の出生率が25倍になった。生まれてくる子どもの治験常時は 15% か 25% なんていう、こういう言葉を皆さん信じられますか。
でも起こっているんです。これが今現在の事実なんです。これは過去を振り返ればわかるんですけれど、これは1990年の朝新聞の記事ということは、事故があって4年後の記事なんです。白ロシアと書いてあるのが今言うベラルーシなんです。100万人が避難、白血病増え混乱ということで、このコレシコ教授が日本に来て教えてくれたこと、非常に怖いことが4年後ぐらいから起こり始めたわけで、それで私はヨーロッパの人に当時ですね、何が起こってるんだ、体内の医学でどういうことが起こってるんですかということを聞いたときに教えてもらったのはこのこと。ヨーロッパの人が教えてくれました。正常な染色体は23組46、これは皆さんご存知でしょう。ところがこういうベラルーシでこういう染色体が異常にソーセージのように長くなったり、二股になったり、くるっと丸まったり、細かくちぎれたり、こんな染色体になっている。染色体っていうのは遺伝子を伝えるその本体ですよ。これが親の世代でこんなことになったら、子供たちは障害を持って大きな苦しみを持つことはよくお分かりでしょう。これは2010年おととしのアメリカ小児科アカデミー学会誌に掲載された、チェルノブイリ汚染地域に受ける重度障害児の発生率という論文です。ここに私は重度障害児と書きました。このマルフォーメージョンズというのは直訳すると奇形ということです。で、この今これはウクライナの地図なんですが、これどこかという、先ほどのピンクの汚染地帯の一番外側のピンクのところです。ああいうところで、ここのリューネというところでヨーロッパ最大の今危険発生率が出ていると。それからこれはですね、今日の主催者であるあの小川先月さんからついこの間こういうのがありましたというんで、あの送っていただいた。私も忘れてました。そう、この問題があったんだ。ホットパーティクルの問題ですね。ベラルーシの放射能汚染地域5ミリの住民の肺から検出されたホットパーティクル、これはとてつもない強い放射線を出す微粒子なので、ホットパーティクルと呼びます。で、これはですね、エフゲニー・ペトレヤフ教授があの撮影したものですが、この問題がですね、あのどういうことかというと、このペトレヤフ教授はですね、この事故があった翌年からずっとですね、一般の死者の遺体300体を解剖して被害を研究した。で、実に7割の遺体からホットパーティクルを検出した。つまり普通の病気やなんかで、あるいは交通事故で亡くなった人たちのそういう肺やなんかからみんな出てくるんです、これが。で、これはですね、本体はセシウムというより、いくつかの揮発性の放射性物質の混合物からなる。したがって、ウランを主体として、プルトニウム、ルテニウムなどの猛毒物が含まれている。で、肺とかこういう気管支に分布すると、その数は1人当たり数百から2万前後に達したっていうの。で、これは排出されないんですね。ついてしまう。肺やなんか。死ぬまで肺にとどまり続ける。だから非常に長期的なことを引き起こすわけですが、そのことをあのこのガンダーセンさんもですね、それから水俣のこの、専門医である高岡茂ドクターもですね、言っているの。このことは非常に大事で、これがアメリカのシアトルですね、あのイチローのいるところですね、マリーナーズの。で、これが東京です。これが福島です。ここに空間線量が書いてありますけれど、これでシアトルと 0.11 と 0.18 比較するとほとんど同じだよと思っちゃうでしょ。これが怖いんです。これは自動車のフィルター、エアフィルターなんです。さっきの JR の東海 あの東日本の人たちがフィルターを取ると怖いと言ってるのはそのことなんだ。こういうもの、これ東京ですからね。茨城の皆さんも多分見たくないと思います。皆さんも自動車のエアフィルターはだから保存しておいてくださいってこの高岡先生たちは言ってるんです。これをレントゲン写真の上に置くとこうやって観光するんです。これは動かない、ホットパーティクル、これは怖いですよ。だから放射線の透過能力を簡単に言っておきますと、プルトニウムはアルファ線、紙でも止められます。ストロンチウムはベータ線で、これは紙は通るけど金属で簡単に止まる。だから大丈夫じゃない、体内に入ると大変です。今皆さんがかかっているヨウ素セシウムはガンマ線で、これは病院で使う X 線と同じもの、金属の、鉛の壁やコンクリートで閉じ込められる。
しかし一番怖いのは核分裂で飛び出す先ほどの中性子で、これはコンクリート12センチのコンクリートも突き破りますが、皆さんのこの茨城県東海村で、JCO の臨界事故が起こったのは12年ほど前でした。この時亡くなった大内久さんは臨界事故から3ヶ月近く経ってようやく亡くなりましたが、大内さんは本来はあの被曝量で言いますともうすぐに亡くなる被曝量でした。で、これは皆さんにいつもお見せするんですが、今見といてください。被曝8日目、ほぼ1週間経って大内さんは見たところ日膨れしたぐらいにしか見えません。しかし3週間を過ぎるとこういうふうになります。こういうこと、これがですね、医学、体内医学を知っている人の放射線の危険性なんで、アルファ線、ベータ線、ガーマ線、中性子線、みんな同じです。中性子線の場合はこれ全部を射抜きますから、大内さんは全身がやってもう免疫組織が壊されて機能が失って全身が腐敗した形で残忍な形で亡くなっていったわけです。だけれど体内ではどういうことが起こるかということはですね、このお医者さんの、これはお医者さんの手にできた皮膚がん、大内さんのと同じでしょ。これは X 線によって被曝量が低いと、本当に被曝量が低いと言われる繰り返し低線量を被曝すると15年経つとこういうものができる。これが放射能の放射線科学の一番の基礎、人体学の基礎なんだ。こういうことを無視してる。私が言ってる意味はわかるでしょうか。皮膚がんというのは、皮膚というのはこれ口を通じて内臓を作ってる、同じものなんです。赤ちゃんができるとき同じ組織なんだ、皮膚が。だから皆さんが、子供たちがですよ、周りにいる子供たちが放射性物質を間違って呼吸や食べ物や飲料水を通じて取り込むとどういうことが起こるかということはわかるでしょう。体内で X 線のレントゲン写真を受けるのと同じ作用を受けるわけです。低線量であろうと何であろうと、こうして同じことが起こる。だからこの体の中にですね、特にプルトニウムは卵巣に濃縮しやすい、肺にも濃縮しやすいんで肺がんを起こす。男性でしたら精子に入ります。そして要素は、甲状腺に、骨に、ストロンチウムが、セシウムが全身の筋肉に入る。こうしてですね、被曝をしていくわけです。だから私たちはですね、もうともかく子供たちに対しては放射能をできるだけ食べさせてない、そのことを心がけなければいけないんですが、放射能のベクレルっていった一体何かっていうと、1秒間に1発の放射線が飛び出しているということです。だから1キロあたり今の基準で放射性物質500ベクレルっていうのは、その10分の1に100グラム食べれば1秒間に50発の放射線を浴びる食べ物を食べているということです。1秒間ですよ。1時間は3600倍あるでしょ。1年間は8760時間あるでしょ。皆さん計算してください。それだけのものを食べさせていいのかどうかということを毎日考えなきゃいけない。それよりは安全なものを選ぶことです。そんな心配をしたくなければ。で、大体理系の放射線科学者ですぐですね、核実験と比較します。これは間違いです。核実験が安全じゃないんです。大量の、全世界で大量の人間が実際はですね、癌になってきてるんですから。それから自然界の放射線と比較する、それもまた間違いで。人類っていうのは要するにエンジン、それからだんだんネアルデッタルがいろんな発達してきたと言われていますが、およそ600年前人類が二足歩行というのを始めた時からですね、人類はこの体をどんどん作り変えてきているんです。だから放射線やその自然界からも対してはですね、ある程度発がんに対して抵抗する免疫機能っていうのを体内に培ってきてますが、要するに1945年、昭和20年日本が負けた時、あの時広島長崎原爆を投下されて以来スタートを切ったですね、この人工的放射性物質の大量散乱という、まだ66年しか経っていない、今年で67年しか経っていないんです。だから人間は、例えば白人がですね、あのイギリス人がオーストラリアに移住します。オーストラリアの人たちは、白人はやっぱり弱いです。あそこはもともとアボリジニの黄色人種の人たちの土地だったから、
だから皮膚がんに非常になりやすい、白人はね。それは今現在もそうです。それはそうです。まだ移住してほどないですから。アメリカの黒人の人たちはアフリカから連れてこられた。最初は体内に分解できなくて、要するにアメリカ人が、いわゆる白人が食べる牛乳を分解できなくて、みんな下痢をした。今そんな人いませんよ。だけどそうやって体っていうのは変わっていくんだ。生活をした土地に合わせて。だから皮膚の色、髪の毛の色、だから若い人に私は髪の毛染めるなっていうのはそういうことなの。我々は生まれ持った皮膚の色、髪の色、それは非常に大事なものなんです。私たちの指標なんです。それで、ガンマ線そのものでもコバルト60とセシウムは全然違います。そんなものと自然界にあるものを比較しちゃいけません。こういうことはみんな間違いです。だから人体学を全く知らないからそういう数値でみんなこれで大丈夫という線を引こうとします。そんなのは間違いです。私は、我々はまだ何も分かってないんだ。チェルノブイリの事故、あれからですよ。まだほんの26年しか経っていないんだということを認識すること、それが一番大事です。なマウスを使ったですね、あんな、ね、ネズミの実験でどうして人間が分かりますか。要するに、こういうデタラメがですね、今、まかり通っています。さて、もうあと10分しかないんですが、私が最後に言っておきたいのは、あのカウンターで見逃される最大の危険性は水源の、あの汚染なんです。私は特に福島の人たちがあの言いたいのはですね、こういう普通の水素原子に対して、ここに中性子が1個つくと重くなって重水素になります。そしてここにもう1個つくと三重水素といって、一般にトリチウムという、これは非常に危険で、こういう、だって水というのは酸素に水素が2個くっついたものですよね。ところがこれがトリチウムが放流されますと、今回福島から大量に出てるはずなんですが、トリチウム水という水になります。人間の体、私たちの体、ほとんど水分ですから、これも染色体異常を起こすことは分かっています。微量で。これはもう古くから分かっています。だから都会で今、私たちが分かることはですね、千葉県の柏で起こった事件が一番ヒントになります。つまり、この、ここの、なんでこんな一般のところで、とてつもない柏で出たかっていうと、これ、側溝で、これが壊れてたから出たんですね。速攻が。ということは、この同じ原理は、要するに川、河川の問題です。だから私は心配してきました。宮城県に阿武隈川が流れ込んでいる。海はね、だけれど、水源は福島ですから、阿武隈川。あの、福島市のところです。それを心配してましたら、予想通りですね。さっき出しました、海に放出した低濃度汚染水のセシウムの総量に匹敵する量が阿武隈川。から海へ出ているということですね。だからこれはどうしていいのか私も分かりませんよ。ただ皆さんもよく気をつけてください。少なくとも私は我が家では今孫と一緒に飯食ってんで、ともかく九州あたりから水を取り寄せてますが、ともかくですね、去年の秋で山間にセシウムが大量に降り積もって、その後に雪が豪雪が降って、そして今月ですね、ちょうど3月20日ぐらいから、本来は東北地方で一番嬉しい雪解けなんです。春が来たという雪解けなんです。だけれど、今年は嬉しくないんですね。これがおそらく川にザーッと入ってきます。そして河口域に入ってくる。これは怖いわけですね。だから、昆布、わかめ、海苔、アサリ、ハマグリ、エビ、カニ、見てごらんなさい。こういうとこ、みんなこういうとこでやってるでしょ。養殖屋なんかね。で、これからおそらくどんどんひどくなるだろうと思います。これは、あのこれ、上位新聞で書いてくれましたが、厳しさ増す本県漁業と書いてくれました。心配なのは、霞ヶ浦流入ですね、これですね。これがどうなるか、皆さんも本当に気をつけてください。霞ヶ浦についてはですね、ここで、まあ、魚を取って楽しくやりたい、それは分かりますけれど、今はやっちゃいけません。なぜかというとですね、あのこれはイギリスのウィンズケールのデータで出しますと、放射能はですね、あの放流して1000分の1に減らしたんだけれど、魚介類は減らないんです。この通り、こういう要するに貝類とかですね、カニでしょ、ロブスターでしょ、こういう要するに海底を
海底で生きている動物たちは放射能特に減らない、非常にしかも高い水準、ヒラメのような、これはカレイですけれど、こういうものをね、低生生物って言いますけれど、低いところ、深海のような、要するに海のところですね、そこを泳ぐ、こういうものほど汚染度が高い、しかもみんな変わらない、これはですよ、生理人の摂取限度は10ベクレル、イギリスですよ、これ。これ、乳幼児の摂取限度は1ベクレルしてるんですよ、イギリスは。子供の危険水準ははるかに、これ30年経って変わらないんです。だから、それがこの放射性物質の怖さ、再循環の怖さなの。海底に溜まり、そうして海水が汚染するだけじゃないの。これが海底からこれから出てくるんですね。こういう循環をずっとやります、海は。だから、これはですね、今までの私の体験で全世界の汚染地帯を調べた限りで言うと、皆さん日本人は甘すぎると思います。で、さっきの北海道までね、放射能が行っているのでショックを受けたという話をしましたが、昆布の 95% は北海道産です。わかめは岩手県と宮城県が全国生産量の 80% です。日本にどこに住んでようがみんな同じものを食べてるんですね。こういうもので言います。だから、この汚染の海をですね、たくさんの危険な魚が泳いできたということは、私たちはしっかり認識しておかないといけないと思います。さて、あと2、3分しかないんですが、これだけお話して終わりますが、ともかく、かろうじて食料自給率ですね。日本は 40% です。この問題が非常に大きいです。茨城は結構高いですね。70% を超えてるのかな。だけれど、ここが汚染するとなると心配になってくるわけです。特に心配なのは、これからのことを日本全土を含めて言いますと、佐賀県に玄海原発があり、鹿児島県に仙台原発があると。ここで事故があったら日本を総なめするでしょう。台風はこう流れますでしょう。四国の愛媛県伊方原発で事故があってもでしょう。だからともかくですね、それから日本海側で今度一機がやれば、もう日本海は壊滅するわけです。だから今度原発事故があれば、もう日本人は絶対食べ物がなくなります。だから何としてもですね、日本の原発を全部止めなければいけないことは確かです。いい話を最後にしたいんです。これね、これはゆっくり読みましょうよ。ね、いいニュースですから。絶対に止められますよ。私もこの地図を作るのに疲れました。毎日いいニュースが入ってくるんでね。今朝ここへ色を塗ったところですが、今ここまで来ています。もう一息ですよ。ね。皆さんの力本当に感謝します。ここまでやってくださった。そして、脱原発の動き、これ今年1月で署名9万人、2月で署名10万人を突破した、こういうニュースをですね、見るたびに私は力づけられてきました。そしてともかく村上村長がですね、東海第二の廃炉要望書を提出してくれました。そしてついこの間ですね、先ほど冒頭にお見せしたこのニュースが入ってきて、この言葉、これは静岡県浜岡原発を抱える静岡県の湖西市長がね、言っていたいい言葉、いつも言ってるんですけれど、この言葉をですね、皆さんに最後に捧げます。市民や政治家にあなたはどちらの意見なのかと聞いてくれと言っています。原発こそ地球破壊の元凶なんだ。で、政治家というのはそれを答える義務があるんだと。だからまだ意見を述べてない人がいたら、首長がいたら、議長がいたら、議員がいたら、あるいは候補者がいたら、国の意見、地元住民の生命と財産を守るべき責任者として、あなた自身、明確な意見として原子力発電所の稼働に賛成なのか反対なのか、皆さん聞いてください。これからもう一息ね、聞いていきましょう。いいですか。東海村にはですね、この会場にも来られています、長い間私たちを守るために奔走してこられた相沢さんがいらっしゃいます。村上さんと相沢さんのもとに皆さんの力を結集していけば、
絶対に東海の廃炉は達成できます。ですからこの言葉を持って終わりたいと思います。どうも長い間ありがとうございました。本当に再度皆様方の拍手で広瀬さんにお礼をしたいと思います。ありがとうございました。本日のこの講演会のテーマは第二の福島、日本滅亡であります。広瀬さんの講演の中でその意味が十分に理解できたのではないかと思います。この講演を受けてアピールをこれからご提案し、皆さんと共に確認をしていきたいと思います。アピールを実行委員会の平岡さんよりお願いしたいと思います。それでは皆様、パンフレットの一番後ろをご覧になってください。 3.20 広瀬隆講演会アピール案。私たちは原子力が人類にとって制御不可能なものであること、放射能に地球を破壊、放射能は失礼しました、地球を破滅に導く恐ろしいものであることを昨年の原発事故からの1年間に改めて学び直しました。今日広瀬隆さんの講演を聞き、原発と再処理工場は即刻廃止するべきことを強く確認しました。東京電力は何よりもまず事故によって被害を受けた全ての人々に謝罪してください。そして故郷を失い、夜目をなくした人々に温かい心を持って補償をし、放射能汚染のために苦しんでいる生産者を支援し、健康被害と不安に苛まれている人々を助けるべきです。すべての情報を公開し、事故の収束に全力を傾け、放射性物質のこれ以上の飛散を何としても食い止めてください。再度の事故が起きないように全原子力施設を廃止してください。政府は原子力を中心とするエネルギー政策の過ちを認め、被害の実態をすべて公表し、全国民の命が何よりも大事にされる国の在り方を議論し直してください。茨城県は東海第二原発を廃炉にし、子どもたちの命、県民の生活を守るために最大限の努力をしてください。私たちは東海第二原発の再稼働を絶対に阻止し、日本中の原子力発電所を止めさせましょう。すべての人間が放射能の犠牲になることのない社会を作っていくために全力で努力していきましょう。以上、 3.20 広瀬隆筑波講演会参加者の一致した意思として確認し宣言いたします。それでは再度皆様方の拍手でこのアピールを確認したいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様方のパンフレットの中にアンケートなどが入っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。そしてこのアピールの中にもありましたように、二度とこの原発事故を起こさないために、特にこの茨城で、原発発祥の地と言われるこの茨城で、東海第二原発の廃炉を強く求めていくために、今、署名活動を行っております。この出口のところで、
署名を行っておりますので、お帰りの節にはまだ署名をなされていない方はぜひご協力をお願いしたいと思います。それではこれをもちまして広瀬隆講演集会を終えていきたいと思います。本日は長い間本当にありがとうございました。追加でちょっと申し上げさせてください。4月、1日には霞ヶ浦 の汚染の問題でシンポジウムもあります。それから4月11日には、第3次の署名の提出でみんなでバスで県庁に行きたいと思っておりますので、ぜひ皆様筑波と土浦からバスを出しますので、もし一緒に行きたい、あるいはもう県庁を囲みたいという気持ちも今持っておりますので、その時は脱原発ネットワークの方に参加のご意思をお伝えいただきたいと思います。どうぞ今後とも皆さん一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。